本当に使えないよな。仕事ができないババアといると気分が悪いんだけど。お前さ、会社辞めてくれない？お前って俺にとっての汚点なんだよね。兄夫婦はそう言って私をバカにしてきた。それはつまり私との関係を切ってもいいってことなのよね。当たり前だろ。何度も同じこと言わせんな。高笑いする兄夫婦。翌月、彼らは私の前に顔面蒼白の状態で固まって立っていた。どうしてお前が。私の名前は滝本美幸、34歳の会社員だ。私は大学を卒業後に一般企業に就職し、それから5年後に父の会社に転職した。現在は父の会社に在籍して7年になる。私が働いている部署はみんなとてもいい人たちで、仕事にも一生懸命だ。滝本さん、この書類チェックお願いします。わかりました。大丈夫です、問題ありません。ありがとうございます。ああ、佐々木くん、これを向こうの部署に持って行ってくれる？はい、わかりました。新入社員たちはやる気いっぱいだし、ベテラン社員の人たちはうまく周りのサポートに入ってくれて、チーム一丸となって仕事に臨むことができている。ちなみに私は父がこの会社の社長だということをみんなには話していない。私が使っているのは母のせいで、それは周りが気を使わなくて済むようにだ。だが兄のタケルは父の進藤という名字をそのまま使っている。そして自分は社長の息子だとひけらかしていて、周りにイエスマンを置いている。おい、今日はキャバクラ行くぞ。キャバクラ、俺が奢ってやるから楽しみにしておけ。はい、楽しみにしてます。兄がいる部署の前を通るとき、そういう会話が聞こえてくる。兄はそう言ってはしゃいでいるのだが、兄がいなくなると元気よく返事をしていた社員たちはみんなうんざりしたような顔を見せている。タケルさんと飲むと長いんだよな。っていうか、おごってやるって言いながら上限決めてるから、結局俺たちも結構な額を払わされるんだよな。ほとんど金かかってるのってタケルさんの飲み代なのに。あの人だけで俺らの2倍の酒代とかサービス代かかってるよな。でも社長の息子だから逆らえないよな。あの人が社長を継いだらクビにされかねないもんな。ため息をつきながらそうやって話している社員たち。私はそんな声が聞こえるたびに申し訳なく思う。また兄が周りに迷惑をかけているのかと。私と兄は正直言って仲が悪い。それは子供の頃からだった。私はたとえ父親が経営者でお金持ちの部類に入っていたとしても、それをひけらかしたくないタイプだった。というよりも親がすごいのであって、それは私自身のことではないからだ。だからこそみんなと対等に接したし、そういうことを気にしないで一緒にいてくれる友達が欲しかった。一方、兄は私の2歳上なのだが、今と変わらず社長の息子で金持ちだということをこれでもかというほど自慢し、最新のおもちゃが出たら真っ先に買ってみんなに見せびらかしていた。そして俺が特別に使わせてやるよなどと言って、周りの同級生を従えて取り巻きのようなものを作っていた。そんな兄についていく取り巻きたちもどうかと思うが、そうやって親の力で好き勝手やっている兄のことが私は一番嫌いだった。そして兄も私のことを嫌っている。兄曰く私は偽善者だそうだ。金持ちなら金持ちらしく人を従える行動を取れと私によく言ってきた。極めつけは私の友達の一人をバカにしたことだ。あいつの家はボロ臭い団地だぞ。そんな奴と仲良くするんじゃねえよ。いつもなら聞き流すのだが、この時はさすがに私は怒った。私が誰と仲良くしようと私の勝手でしょ。そんなことお兄ちゃんに決められる筋合いはないわ。私が反抗すると兄は顔を真っ赤にして怒った。はあ？俺がせっかく忠告してやってるのに文句を言いやがって。お前まさかそいつの家に遊びに行ったりしてねえよな。何回も言ってるけど。うわ、汚ね。俺に近寄るんじゃねえよ。何言ってるの、本当に最低だよ。兄はそうやって私から離れてそう言った。そんなの小学校の低学年がやるようなことだろう。兄はこの時小学6年生だったので、そんなことを言うのは相当幼稚だ。いや、でもむしろ学年が上がるほどに使うお金が増えて、より高価なものを身につけて憧れられているからこそ、そういうふうに考え方が自分勝手な傲慢なタイプになるのだろう。
兄はそれから家で私とすれ違う時も自分の鼻をつまんだり距離を空けたりした。食事の時も食卓の椅子を思いっきり話し出して、それはさすがに親に怒られていた。ちょっとタケル何してるのよ。みゆきの近くにいたら具合悪くなるんだよ、貧乏臭がして。はあ？バカなことを言ってないで席を戻しなさい。両親は兄が変なことを言っているだけだと適当に流していた。兄は仕方なく席を戻していたが、嫌そうだというのがこっちにも伝わってきた。私だってこんな最低な性格の人と一緒に食事をするのは嫌だ。兄は中学生になると露骨に私のことを避けるようになった。挨拶なんてしてこないし、話しかけようともしない。私が中学に上がった頃には赤の他人だと周りに言っていたらしい。まあ、私も兄と関わりたくなんかないから、私も他人のふりをしていた。親はだんだんと私たちの仲が悪いことに気づいたようで、兄と私が会話をしていなくても仕方ないと諦めるようになった。それに私は兄と違って勉強に打ち込んでいた。だからご飯を食べたらすぐに部屋に戻って勉強をしたかった。兄は兄で早くテレビ番組の続きが見たいから、なるべく早くに食事を終えてソファーに行ってテレビを見ていた。そんな風に私たちは全く関わらないようになっていたのだ。高校は別々だったので、兄がどういう学生生活を送っていたのかは知らないし、興味もない。ただ、全然勉強をしていなかったから、大学は全部落ちて浪人が決まったらしいことは聞いていた。翌年に大学の進学は決まったが、レベルはそこまで高くないところだった。私は毎日勉強に打ち込んでいたから、難関大学に合格することができた。兄は大学進学を機に一人暮らしを始めたので、実家はすごく快適になった。私はとても落ち着いた環境で勉強をすることができていたと思う。そして大学を卒業した私は大企業に就職。そこでとても優秀な上司に仕事を教えてもらえたので、本当にいい経験だったと思う。この会社での経験は父の会社で働き始めてからも活かされている。上司の働き方、考え方を私は徹底的に真似して仕事に打ち込んでいた。そのおかげで最初の職場で早く結果を出すことができ、昇進も早くに決まった。部下を持ってからも私はよくその上司に相談していた。その度に的確なアドバイスをくれて、いろいろと気づかされたから本当に感謝している。ちなみに私が父の会社に行くときにその上司から告白されて、今私たちは夫婦になっている。私のことをずっと気にかけていたら、だんだんと好きになってしまったらしい。実は私も彼のことがすごくいいと思っていた。でも年上だし、きっと私のことなんて相手にされていないだろうと勝手に諦めていた。だから向こうから告白をしてきてびっくりした。実際に交際を始めると、私たちはものすごく相性が良かった。彼と一緒にいるとすごく落ち着くのだ。波長や考え方が合うようで、相手が何を考えているのかすぐに分かった。それから結婚に至るまでは早かった。年齢的にもちょうど良かったから、私は彼と付き合ってから1年ほどで結婚した。私の両親も彼のことを気に入ってくれて、結婚を認めてくれた。だがここでも兄が私にとって厄介な存在となった。なんかお前にぴったりの地味そうなやつだな。どうせ仕事も大したことないんだろ。初対面にもかかわらず、兄はそうやって言って私の婚約者のことをバカにした。私が怒りに震えていると、それを察した両親がすぐに兄を叱り追い出してくれたが、あのまま兄がいたら私はブチ切れていただろう。結局兄は結婚式にも行かないと言ったので招待すらしなかった。これには両親もさすがに呆れていた。しかもその頃、兄はせっかく大学を卒業してから就職した会社を辞めてフリーターになっていた。正社員にもならず、バイトをして遊び放題。しかもその時は給料が少ないからと実家に戻っていたようだ。だから家に一切お金を入れず、バイト代を全部遊びに使って毎日のように朝帰りをしていたらしい。その上で親からお金をせびっていたそうだから本当に呆れる。我慢の限界に達した父は、家を出ていくか自分の会社で真面目に働くかのどちらかを選ばせた。兄は父の会社で働くことを選んだ。
バイト生活は気楽だったが、給料が安定していて、なおかつ父親が社長だということは条件的に美味しいと思ったのだろう。兄は父の会社で働き始めると、すぐに自分が社長の息子だと言いふらし、直属の上司に対しても生意気な態度をとっていた。私はその時すでに父の会社で働いて何年か経っていたのだが、私がいる部署にまで兄の横暴な態度については噂が広まっていた。その度に私は頭を抱え、私は父にすぐ報告した。お兄ちゃん、またお父さんのこと利用してわがままをしてるみたいよ。はあ、聞いてるよ。私もいつも注意してるんだがな。早く首にしなよ。そうは言っても首にしたらまたフラフラとして結局実家に戻って帰省中となるだろう。そこはお父さんがビシッと言って実家に帰省させないようにしないと。そうだな。でも私にとっては大事な息子でもあるんだ。だからそうやって簡単に縁を切るようなことはできないよ。あの子も小さい頃はいい子だったし、真面目な部分だってある。一体兄のどこに真面目な部分があるというのだろうか。お兄ちゃんは楽することしか考えてないでしょう。そんなことはないぞ。中学の時はサッカーの部活をよく頑張っていた。部活がない時でも一生懸命に練習していたからな。そういうひたむきさは持っているはずなんだ。たとえ子供の頃に持っていたとしても、それを大人になっても持ち続けているかどうかはわからないと思う。私は父よりもはるかに若いが、自分の経験として子供の頃と今の価値観はかなり変わっている。だから性格なんかも絶対に変わると思う。兄はもしかしたら中学まではそういうひたむきなところもあったのかもしれないが、今はいかに社長である父の肩書きと名前を使って会社で好き放題するかということしか考えていないだろう。そんな中、さらに驚きの出来事が起きた。なんと兄が結婚すると言い出したのだ。相手は去年に父の会社に入社してきた葵という女性社員だ。葵さんは蝶がつくほどの美人で、誰もが振り返るほど綺麗だった。そのため全男性社員から憧れられていたと思う。そんな葵さんも社長の息子という肩書きにやられたのだろう。でも兄と葵さんは悪い意味でお似合いだった。私は女性社員たちからよく葵さんの悪い噂を聞いていたからだ。彼女は全然仕事ができないようで、難しいものがあるとすぐに男性社員に頼んだり、気が弱そうな女性社員に振っていたそうなのだ。そんな人が兄と結婚すると聞いて不安で仕方なかった。結婚をしたら私とも話すことになるだろう。もし一緒の部署になったら何かいろいろと要求してくるに違いない。そんなことを考えていたら、本当に私が想像していた最悪な状況になってしまった。兄と結婚後、葵さんはなんと私の部署に移動してきたのだ。どうやら私がいる部署に移動願いを出し、兄がそれを後押ししまくったそうだ。社長の息子が自分の嫁の移動をさせたいと言ってきたのを、人事部もあまり強くは断れず、また父も夫婦で一緒の部署にいるよりは別部署の方がいいだろうと思って移動を許可したらしい。そうして私がいる部署に移動してきた葵さん。今日からよろしくね、滝本さん。葵さんはバカにするようにニヤニヤしながらそう言ってきた。明らかに何か企んでいるような顔だ。私が社長の娘であることを隠しているのも知っているようだ。自分は弱みを握っているとでも思っているのだろうか。それから葵さんはすぐに私に仕事を振ってきた。これわかんない。滝本さんやって。この部署に来たばかりじゃないですか。自分でやらないと覚えられませんよ。ああ？私は次期社長の嫁なのよ。何生意気な口を叩いてるの？彼女の言葉に部署のみんなが固まった。移動して早々にそんなことを言ってくるなんて思わなかった。どうやら彼女は自分の仕事を私に全部押し付けるつもりのようだ。それで何をしたいのかはわからないが、他のみんなに迷惑をかけないためには私が全部受け負った方が良さそうだ。私はそれから逆らうのをやめて、兄嫁が降ってくる仕事を全部こなした。兄嫁は私に仕事を任せると、外行ってきますと営業でもないのに会社の外に出ていく。午前中に出て行って昼過ぎに戻ってきて、その手には甘そうなスイーツ系のドリンクを持っている。そして暇そうにして周りの社員に話しかけたり、兄のところに遊びに行ったりする。一体この人は会社に何をしに来ているのだろうか。
だが相手をするだけ時間の無駄だ。私はいかに効率よく自分の仕事と兄嫁が押し付けてきた仕事をこなすか考えながら仕事に取り組んだ。これくらいの量を迅速にかつ的確にこなせないとダメだ。私は実は父から次期社長を任せたいと言われていた。まあ兄なんかに任せたら確実にこの会社は倒産するだろう。だから父の期待に応えるためにもどんな困難にも立ち向かって解決できる気力と発想力を養おうと思ったのだ。そうやって仕事に取り組んでいると自分が成長していくのがよくわかる。私は気づけば自分の仕事と兄嫁の仕事を合わせても問題なく定時で終わらせられるようになった。まあさらに上を目指していたので基本的に毎日残業はしていたが、それでもかなり遅い時間になることはなく、夫と帰りの時間を合わせて一緒に帰ったりして息抜きもちゃんとできていた。兄嫁は私がひいひい言いながら仕事をしていると思っているのだろう。毎日仕事を押し付けながら滝本さんは仕事遅いわよねとバカにしてきた。だがそんなことは私の耳には一切入らない。むしろもっと仕事をもらったって構わない。それくらい私は仕事に打ち込めていた。だがそんな中でとてもショッキングなことが起きた。父がいきなり倒れて入院することになったのだ。私はすぐに病院へと駆けつけた。お父さん大丈夫？はあ、みゆき、心配かけてすまないな。ううん、いいの。いやいや、俺も天国に旅立つ時が来たか。ちょっとそんなこと言わないでよ。ああ、間違ったか。地獄だったか。そういうことじゃなくて、お父さんが死ぬなんてこと考えたくないよ。すまんすまん。だが私はたくさんの社員を抱える経営者だ。もしものことは考えなければならない。そして会社のことはみゆきに頼むぞ。もう役員たちにも話しているし、みゆきの活躍はみんな認めている。私に務まるかな。私はとても不安だった。父や役員の人たちに認めてもらっていることは嬉しいが、果たして私に務まるのだろうか。心配するな。お前の頑張りは俺がずっと見てきた。みゆきなら大丈夫だ。思うがままにやればいい。父にそう言ってもらえて私は勇気を持てた。頑張るよ。それから私はさらに仕事に打ち込み、そして見舞いにも行った。父は日に日に弱っていき、危篤状態になった。その時になってやっと兄夫婦は病院にやってきた。父さん大丈夫か？お父さん死なないで。わざと臭い演技をする兄夫婦。それで周りに対して心配している優しい家族をアピールしたいのだろうか。父はみんなありがとうなと言って息を引き取った。兄嫁はまさかの嘘泣きをしながら泣く真似をしていた。そんな姿を見て興ざめしてしまい、逆に私は泣けなかった。そのおかげで冷静に父の葬儀の手配と準備をすることができた。葬儀にはたくさんの人が参列してくれて、父がいかに人望が厚かったかがわかる。だがそんな中でも兄夫婦はだるそうにしていて、途中で抜け出してお決まりのスイーツドリンクを買いに行っていた。喪服姿で来店してきて、さぞ店員もびっくりしたことだろう。葬儀が無事に終わり、それから私たちは日常に戻った。すると私のデスクに兄夫婦がいきなりやってきた。二人ともなぜかニヤニヤしている。私に何か用？私がそう言うと、兄嫁が私のデスクを指さしてこう言った。いつもこんなに仕事溜め込んで遅くまでかかってるのよ。完全に給料泥棒よね。そんなことを言い出す兄嫁。そして兄も笑いながらこう言った。本当に使えないよな。お前は本当に給料泥棒だよ。そして兄夫婦はとんでもないことを言い出した。仕事ができないババアといると気分が悪いんだけど。お前さ、会社辞めてくれない？お前って俺にとっての汚点なんだよね。兄夫婦はそう言って私をバカにしてきた。俺は次期社長だから、お前みたいな無能は簡単に首を切ることができるんだよ。どこまでも勘違いが激しい兄夫婦に私ももう耐えられなかった。それはつまり私との関係を切ってもいいってことなのよね。当たり前だろ。何度も同じこと言わせんな。
高笑いする兄夫婦。今に見てろ。これからどうなるか楽しみに待っているといい。翌月、彼らは私の前に顔面蒼白の状態で固まって立っていた。どうしてお前が。どうしてって何が？新しい社長の就任挨拶の重役会議が行われるって言うから来てみたら、なんでお前が社長の座る席に座ってるんだよ。ああ、だって私が次期社長だもの。ああ、どういうこと？お父さんは私を選んだの。父の名前を利用するだけして仕事を一切しないあなたと違ってね。ふざけんな。お前はこの会社で素性すら隠している平社員じゃないか。そんな状態から社長だなんて社員のみんなは納得しないぞ。そうかしら。私は同じ部署の人はもちろん他の部署の方たちともちゃんとコミュニケーションを取っているし、一緒に仕事だってしているわ。ちゃんと成果を上げてきたつもりだし、みんなからも認めてもらえていると思うわよ。役員の人たちからも私を社長に推薦したいと言ってもらえているし。嘘だろ。なんでお前が。自分の仕事だけじゃなく、そこにいるサボリマさんの仕事も全部やりながら新しいプロジェクトなどにも参加していたからかしら。え？私が押し付けた仕事の他にも仕事をしていたの？ええ、そうよ。実際あなたの仕事と自分の仕事をやっても定時には終わっていたわ。そんな。まあ、そんなことはどうでもよくて。私が社長になってからにはあなたたちには辞めてもらいます。ああ、なんでだよ。葵さんは会社を抜け出してブランド品を買いに行ったりカフェに行ったりと給料が発生しているのに業務をしていなかったですよね。そのことは私がいた部署全員が目撃しています。それは。そしてタケルさんは会社のお金を横領した事実があります。バレないと思った？それとも身内なら許されると思ってたの？そんなことは絶対ないから、訴えられたくなかったら潔くこの会社から去ってちょうだい。兄夫婦は言い逃れもできず、また訴えられたくないのでおとなしく会社を辞めた。今回のことで私はもちろんのこと、母も兄夫婦と縁を切った。現在、兄夫婦は二人して再就職をしようとしたが、今回のことはあらゆる会社に報告をしている。そのためどこにも雇ってもらえず、二人ともフリーターになったそうだ。兄嫁はこんなはずじゃなかったと兄に文句を言い、そして不倫に走ったようだ。兄はそんな兄嫁に切れて慰謝料を請求し、泥沼の離婚劇を繰り広げているらしい。私にはどうでもいいことだが、そうやって自滅していっているのは自業自得だ。一方、私は社長として一生懸命働き、会社のみんなを引っ張っていこうと奮闘している。同じ部署だった人たちはみんな驚いていたが、私が社長になって安心したと言っていた。兄が本当に社長になっていたらみんな辞めるつもりだったらしい。そうならなくて本当に良かった。これからも私は会社を支えてくれる社員たちのために一生懸命働こうと思う。どういうこと？だから鍵を変えたんですよ。いい加減自分が邪魔者だってことに気づいてもらえないですか？もう帰ってこないでね。長男嫁はそう言って笑っていた。私もおかしくなり、その場で大笑いをした。何よ、頭おかしくなったの？そうね、そうかもしれないわね。私はお腹がよじれるほど笑った後、その場を立ち去った。そしてすぐにとある行動に出た。その後、長男嫁は地獄を見ることになるのだった。私は64歳の専業主婦だ。夫とは30年以上も連れ添ったが、夫は定年退職を迎えた瞬間に急病で倒れて亡くなってしまった。それから少しの間一人で暮らしていたのだが、1年前から長男のカイトと一緒に暮らしている。長男は現在29歳で、私のことが心配だと言って実家に戻ってきた。まあ多分、厳しくて口うるさい夫がいなくなったから戻ってきたのだと思う。私の夫は威厳のある父親だった。私たちには二人の息子がいるのだが、夫は男たるもの自立した生活ができないといけないと言って、25歳になると強制的に一人暮らしをさせていた。なぜ25歳かというと、大学を卒業して3年目くらいから仕事に慣れてきて、家事をする余裕も生まれるだろうからという理由らしい。
厳しくしているようで、そうやって気遣いができているところが夫の性格が優しいところがうかがえる。彼は子供たちを立派に育てるために厳しくすると言っていたが、本当はものすごく優しい人だった。それを分かっているから私も夫の理念に合わせていた。だから長男も次男も大学を卒業して仕事に慣れた頃に一人暮らしを始めていた。次男はそもそも一人暮らしをもっと早くにしたいと言っていて、就職をして1年ほどで一人暮らしを始めた。料理も好きな次男は自炊もして掃除もちゃんとやって一人暮らしでの生活を楽しんでいるようだった。長男は25歳になって家を出たが、なかなか苦労したようだ。家事が苦手な子だったので食生活がちゃんとしていなかったり、部屋が汚れていて掃除がなかなかできていなかったりと、こちらが心配になる生活ぶりだった。でもそれも経験だから手助けはしないようにしなさいと夫から言われていたので、私は代わりに家事をやってあげることはしなかった。すると長男も自分で何とかしないといけないと思い始めたのか、ある日部屋を訪ねるとかなり綺麗になっていた。夫の教育法がちゃんと通じたのだと私は嬉しくなった。そうやって息子たちが自立をしてからは、夫婦二人で仲良く楽しい時間を過ごしていた。一緒によく旅行に行ったりもした。私も夫も旅が好きだったので、本当にいろんな場所に行ったと思う。国内はもちろんのこと、海外旅行にも行ってたくさん思い出を作った。そんな夫が亡くなってしまって、私はものすごく悲しかった。だから正直な話、長男が家に戻ってきてくれたのは助かった。寂しい気持ちも長男のおかげで幾分か紛れたと思う。まあ長男はちょっと調子のいいところがあるので、たまに無茶な要求をしてくることもあるが。母さん、ここで俺の彼女と3人で暮らそうと思うんだ。え？彼女？一番驚いたのはこの時だった。当時長男には付き合っている彼女がいたのだが、いきなり彼女を連れてくると言い出したのだ。いやいや、まだお付き合いしている段階よね。それでここで一緒に暮らすのは違うんじゃないかしら。まずは結婚してからでしょ。あと結婚してもいきなり旦那さんの母親と暮らすのなんてのは嫌だと思うけど。そうかな。私は長男が常識的な感覚を持っていないことに驚いた。それとも今の時代の子供にとっては同居とかは躊躇しないものなのだろうか。まあ自分の親と友達のように接している家庭もあると聞いたことがあるし、それが時代の変化というものなのかもしれない。だが私の感覚はやっぱり大多数の価値観に沿っていると思うので、ここは長男が間違いを犯す前にちゃんと軌道修正してあげなければ。ちゃんと彼女さんの意見も聞いてあげなさい。彼女がどうしたいのかを聞いて、それで二人の考えをまとめるのが大事よ。なるほど、確かにそうだね。長男は納得してくれたようで私は安心した。それからどうなったのか私はとても気になっていた。彼女さんとはちゃんと話をすることができたのだろうか。長男からはあれから1ヶ月、彼女とのことについて話をされていないので、私はそわそわしていた。長男が結婚をすることになるなら、それは嬉しいことだし、また同居をすることになるなら、心の準備をしたいから早く知りたい。するとそんな中、ある日長男が彼女とのことについて話をしてきた。前に話してた彼女と結婚することになったから。そう、やっぱり結婚するのね。とてもいいことだと思うわ。結婚おめでとう。ありがとう母さん。今度結婚の挨拶をしに連れてくるから。楽しみにしてるわ。長男はそう言って、翌週末に婚約者の女性を連れてきた。はじめまして、かなと申します。どうも、はじめまして。よく来てくれたわね。さあさあ、上がってちょうだい。かなさんはとても綺麗な人だった。長男よりも3歳若いようで、まだ26歳だった。まあ若い方が仕事も共働きでバリバリ働いて稼げるし、出産とかもゆっくり子作りができるからいいだろう。私はそんなことを思っていた。かなさんは当然だがこの家に初めて来たので、家の豪華さに驚いていた。すごい、窓からの景色が綺麗。だろ。夜になったらすごい綺麗な夜景が見えるんだぜ。私たちが住んでいるのは実はタワマンで、この階は高層階だから夜景がとても綺麗に見えるのだ。こんなところに住めたら幸せだろうな。
カナさんはそうやって言った。とてもテンションが上がっているようで、それからしばらく上機嫌だった。その後、私たちはお茶菓子を食べながらいろいろと話をした。長男とカナさんは合コンで出会ったらしく、付き合ってから1年ほどが経っているそうだ。結婚したらタワマンに住めるって聞いたんですよ。まさかこんな立派な部屋だなんて思わなかったです。私もセレブの仲間入りって感じですね。カナさんはそうやって嬉しそうにしていた。まあ、タワマンに住むことを喜ぶのはいいのだが、彼女はちゃんと分かっているのだろうか。ここに住むってことは同居だということを。カナさんは結婚後に同居することを承諾してるってことでいいのかしら？は？私がそう聞くと彼女の顔が一気に険しくなった。どういうことですか？いや、だからここは私も住んでるから、この部屋に引っ越してくるなら一緒に暮らすことになるけど。ちょっとカイト、そんなの聞いてないんだけど。え？あれ、説明してなかったっけ？でも母さんの言う通り同居になるんだよね。普通お母さんは遠慮して出ていくべきだと思うけど。え？カイトの家に居座ってるだけでしょ？息子が新婚生活を送るっていうのに遠慮ってものを知らないんですか？いや、でもここは私の家だから。居候がずうずうしくないですか？カナさんは要するに私に出て行けと言っているようだ。冗談じゃない。私が出て行く必要なんてないはずだ。長男はまずい状況だと思ったのか、慌てて間に入った。それじゃあまずは一緒に暮らしてみようよ。同居してみたら何も問題はなかったというパターンもあるかもしれないし。それってお試しで同居生活をするってこと？そうそう。それでそれが合わなかったらお母さんが出ていくってことでいいかしら？だからなんで私が。それはその時にまた話し合おう。カナ、それでいいか？長男がそうやって確認すると、彼女はしぶしぶ承諾をした。そうやって長男とカナさんは結婚することになった。彼女の第一印象は最悪だったので、両家の顔合わせとかもなんだか空気が悪かった。次男も彼女と対面して、本当にこの結婚は大丈夫なのかと心配していたほどだ。とりあえずそのまま話は進んでいき、長男とカナさんは結婚することになった。それでも結婚式はとても素敵で、長男の立派な姿を見ることができて嬉しかった。そして長男嫁は新婚旅行に行き、帰国後に私と息子が住むタワマンの部屋に引っ越してきた。今日からよろしくね、カナさん。ええ。長男嫁は私のことが嫌いなようで、顔に分かりやすいように態度に出してきた。今時の若い子ってみんなこうなのだろうか。もう少し人間関係を潤滑に進めるために建前というものを身につけるべきじゃないか。私は同居生活が一気に不安になった。長男嫁は結婚を機に会社を辞めてパートで働くようになった。だが毎日働くわけではないので、平日に私たちだけで日中を過ごさないといけないことももちろんある。長男嫁はそういう時に限って友人をたくさん呼んでホームパーティーみたいなことをする。そういう時は私は自分の部屋にこもっているのだが、毎回うるさいくらいに騒いでいて本当に迷惑だ。最初はタワマンに住んでいることを友人に自慢したいのかなと思っていた。だが私と日中に二人きりに過ごさないといけない時に必ず友人を呼んでいることに気がついた。おそらく私とできる限り関わりたくないのだろう。長男嫁がそういう態度で来るので、私もあまり自分から関わることができずにいた。だが長男嫁のずるいところは、長男がいる前では普通に接してくることだ。そのため同居前に心配をしていた長男も問題ないと思い込んでいるようで、全然私たちの関係を気にしていなかった。私からしたら長男嫁は迷惑でしかなかった。友人を呼んでいる時は本当にうるさいし、昼間から酒を飲んでいる時だってあるし、その時間帯は私は今や台所に行きづらいし、本当に苦痛だった。あまりにもこういう状況が続くのなら、一度長男嫁と話し合わないといけないなと思った。だがそんな中、私は長男嫁の本音を知ることになる。それは私が午前中に用事があり、外に出ていた時のこと。家に帰ると長男嫁はいつものように友人を呼んで騒いでいた。そしてリビングのドアが少し開いていて、会話が丸聞こえだった。
そこで長男嫁はこんなことを言っていたのだ。せっかくタワマンに住めてるっていうのに、居候おばさんのせいで気分が萎えてるのよね。普通さ、新婚夫婦がいるなら遠慮して出ていくと思わない？本当にずうずうしいのよね。こうやって友達をたくさん呼んだり、わざと無視したり、そっけない態度をとってるっていうのになかなか出ていかないし。なるほど、あからさまにひどい態度をとっていたのはそういう理由からだったのか。私は頭にきて気がつけば今に入っていた。そういうことだったのね。私がそうやって言って話に割って入ると、長男嫁の友人たちはぎょっとしていた。だが長男嫁だけは動じずに私のことをにらみつけてきた。お母さん盗み聞きですか？最低ですね。自分の家に帰ってきたら息子の嫁が大きな声で私の悪口を言っているのが聞こえただけよ。昼間からそうやってお酒を飲んでうるさく騒いで迷惑だと思わないの？私の家で私が何をしても構わないでしょ。お母さんこそ居候の分際で生意気な口を叩かないでください。だから私何度も言ってるじゃない、ここは私の家だって。居候という言葉を使うならどちらかというとあなたの方だけど。はいはい、寝言は寝て言ってくださいね。それとももうボケが始まったんですか？なんですって？カイトさんがここは俺の家だって言ってたんですよ。カイトが？私はびっくりしてしまった。まさか長男がそんなことを言っていたなんて。あ、いや、言いかねないな。もしかしたらそうやって自分がタワマンを持っているとアピールして彼女と結婚したのかもしれない。そうなると彼女は長男の言うことを信じて私の言うことは信じないだろう。だが事実はこのタワマンは私が所有しているものだ。そこに長男が移り住んできたのだ。私はそのように説明したのだが、長男嫁は案の定信用してくれなかった。私たち帰るね。え？別に気にしなくていいのに。いや、なんか立て込んでいるようだし、そろそろ帰って家事をしないといけないし。私たちがただならぬ様子で言い合いをしているので、長男嫁の友人たちは慌てて帰っていった。お母さん何してるんですか？何って何よ。みんなお母さんを怖がって帰っちゃったじゃないですか。あなたが変なことを言っていたからでしょう。私を追い出すだなんておかしな話よ。ここは私の家なんですから。だから何度言わせればわかるんですか？本当にボケてるんじゃないですか？ここはカイトさんの家ですよ。それとも年を取ると厚かましくなるんですかね？私の年齢の半分よりだいぶ下の年のあなたはすでに厚かましいみたいだけど、年齢詐称でもしてるのかしら？はあ？喧嘩売ってるんですか？信じられない。カイトさんに言いつけますからね。長男嫁はそう言って怒り、自分の部屋に入っていった。せめてホームパーティーをした後片付けくらいはしてほしいものだ。私はため息をつきながら食器を洗って片付けた。ゴミ箱を見るとたくさん高そうなお惣菜やらの空き箱やお酒の空き瓶などがあり、一体毎回どれだけ散財しているのだろうとは呆れてしまった。そしてその後、長男嫁はとんでもないことをやらかすのだった。その日の夜、長男が私に話があると言ってきた。母さん、カナの友人たちを帰らせたんだって？はい？カナが邪魔をしてきたって。結果的にそういう形になったけれど、別に私が返したわけじゃないわよ。それよりカナさんがこの家はカイトのものだって私に言ったんだけど、一体どういうこと？それは、ほら、いずれ俺のものになるっていうニュアンスで、カナさんの言い方はそういうものじゃなかったわよ。もうすでにあなたのものという意味だったわ。あなた嘘をついて結婚にまでこぎつけたわけじゃないんでしょうね。そうだ、俺明日から出張だったんだ。出張の準備をしないといけないからこの話は終わりってことで。そう言って長男は部屋を逃げるように出て行った。自分から話があると言ってきたくせに。私は長男の調子のいい態度にも呆れてしまった。夫が亡くなってから私は長男に対してそこまで厳しくしていない。まあもう社会人だし、いろいろと自分で考えて判断できると思っていた。だがどうやらそうではなかったようだ。翌日、長男はちゃんと話をするのを避けて本当に出張に行ってしまった。最初は嘘なのかと思っていたが、どうやら3日間ほど地方で出張があるらしい。
それならもっと早く行ってほしかった。三日も長男嫁と一緒にいなければならないなんて苦痛だ。どうせ長男嫁はここを出て実家に戻るとかはしないだろう。私はダメ元で次男に連絡をしてみた。そして一日でもいいから次男の部屋に泊めてもらえないかお願いをした。すると次男は OK してくれて、しかも3日間泊まっていいよとまで言ってくれた。私は次男に感謝し、3日ほど次男の部屋に行くと長男嫁に伝えて家を出た。久しぶりに次男の部屋に行き、そこで私は手料理を振る舞ってあげた。やっぱり誰かに作ってもらうのは美味しいし、母さんの手料理を久しぶりに食べれて幸せだわ。本当？そう言ってもらえて嬉しいわ。それにしても兄さんの奥さんはひどいな。常識がなさすぎるよ。兄さんもそんな人と結婚して本当に見る目がないな。まあタワマンで釣って結婚したとかならそういう態度を取るのもありえるか。俺は絶対にお姉さんみたいな人とは結婚しようとは思わないな。次男のケントはそうやって長男嫁のことを非難していた。私の味方をしてくれてとても嬉しかった。この数ヶ月ほどずっと長男夫婦と一緒に暮らしてきたから、私は息抜きができていなかった。だから次男と会ってこうやって話せたのは良かった。とりあえず気持ちも落ち着いたので、私は3日経った後に帰ることに。そして家に着いた私は玄関を開けようとした。だがなんと鍵穴に鍵が刺さらなかったのだ。あれ？なんで？何度やっても鍵が入らない。私は仕方なくピンポンを押した。するとチェーンをつけた状態で長男嫁が玄関を開けた。あのカナさん、なぜか鍵が刺さらないんだけど。ああ、そりゃ鍵を変えましたから。え？どういうこと？だから鍵を変えたんですよ。いい加減自分が邪魔者だってことに気づいてもらえないですか。もう帰ってこないでね。お母さんにはこの家から出て行ってもらえますから。最初からこうすればよかったです。長男嫁はそう言って笑っていた。私もおかしくなり、その場で大笑いをした。何よ、頭おかしくなったの？そうね、そうかもしれないわね。まあ、今のうちはそうやって勝ち誇った顔をしていればいいわ。私はお腹がよじれるほど笑った後、その場を立ち去った。長男嫁は顔が引きつっていた。私が爆笑したのが理解できなかったんだろう。私はすぐに次男に連絡をした。次男に事の経緯を話すと呆れ返っていた。今日も次男の部屋に泊まっていいと言われたので、私はすぐに次男宅に行った。次男は在宅で働いているので、すぐに家に入れてくれた。そしてすぐにとある行動に出た。その後、長男嫁は地獄を見ることになるのだった。私がしたことは家賃の請求を長男夫婦の部屋に請求することだ。長男嫁は知らないだろうが、私はこう見えても昔からデイトレーダーとしてかなり稼いでいた。今は株式投資の配当利回りで生活をするようにしていて、特に贅沢はしないが、不労所得で老後は安泰という感じで過ごしていた。逆に私が贅沢をしていなかったから、年金暮らしの貧乏かのように見られていたのかもしれない。私は次男と一緒に私の家に行った。何の用ですか？もう家の中には入れないですよ。お父さんの仏壇とか新しい部屋に移動させたいのよ。え？もう引っ越しできたんですか？あ、もしかしてケントさんの部屋に居候するとか？かわいそう。まだ20代中盤なら女の子とか連れ込みたいだろうに。仏壇と母親がいたら家に呼びづらいわよね。別にケントの家じゃないわよ。まあでもケントも暮らしている別のタワマンの部屋だけど。は？どういうこと？なんで年金生活の貧乏なあなたがタバマンを借りられるのよ。私借りたなんて言ってないわよ。自分が所有しているタバマンの空いてる部屋に住むだけ。え？所有してる？嘘でしょ。母さんは周りには言っていないけど、優秀な投資家だったんです。俺は格安の家賃で母さんが所有しているタバマンの一室を借りているんですよ。お姉さんが住んでいるこの部屋も、っていうかこのタワマン自体も母さんが所有している一棟です。そんな、カイトさんはそんなこと一言も。あの子は自分の都合のいいように言ってあなたのことを口説いていたみたいね。まったく、そういうのはすぐにボロが出るのに。ま、あなたたちが住むのは構わないけれど、ちゃんと家賃は請求するからね。
この部屋は高層階の方だし、周りの部屋の価格の相場を考えて月50万ね。え？月50万？そんなの無理ですよ。絶対にカイトさんの給料よりも高いじゃないですか。そうね。だからさっさと出て行ってちょうだい。そうしないと家賃滞納で追い出すわよ。あ、待ってくださいよ。実の息子を追い出すんですか？そんなの関係ないわ。あの子が嘘をついてあなたを連れてきたのもあの子が悪いし、私が丁寧に説明してもあの子の言うことを信じたあなたも悪い。まあ、あなたの態度自体が気に入らなかったのもあるけれど、あの子は問題から逃げて出張が終わっても帰ってきていないんでしょう。それは。あの子が帰ってきたら言ってちょうだいね。50万を毎月支払うか、さっさと出ていくかってね。まあ、いろいろと準備もあるだろうから、今月末までは猶予期間を持ってあげるわ。それじゃあちゃんとカイトと話し合いなさいよ。私はそう言って次男と一緒に夫の仏壇などを家から運び出した。長男嫁は顔を青くしたままずっと固まっていた。数日後、すぐに長男から電話がかかってきた。母さん本気かよ、俺から家賃を取るって。そうよ、あなたのこと甘やかしすぎたわ。カナさんに好き勝手やらせすぎよ。あなたたちにはタワマンは身分不相応よ。そんなことを言われたって、この家がなかったらカナは俺と結婚生活を続けてくれるかわからないよ。そこで別れるならそういう人だったんでしょ。あなたは女性を見る目をもうちょっと養った方がいいわ。とにかく今月中に出ていくか、家賃50万を支払うこと。言っておくけど、息子だとか関係なく法的手段も取るからね。そんな。私はそう言って電話を切った。その後、長男夫婦は引っ越しをした。やはりタワマンの部屋の家賃を支払うことは無理だと判断したようだ。そして長男は長男嫁に詐欺だと怒られ、長男嫁はそのまま離婚届を突きつけたらしい。私は振られて落ち込んでいた長男に助け舟を出した。それは長男嫁が不倫をしていた証拠を挙げたことだ。長男嫁はパートに行っているふりをして不倫をしていた。私はなんとなく普段の長男嫁の行動に怪しいと思っていた。そして更新所に調査をお願いしていた。決定的な証拠を手に入れられたのは、長男が出張で私が次男の部屋に泊まっていた時だ。長男嫁は不倫相手の男を堂々と家に連れ込んでいたのだ。長男は不倫の証拠写真を持って長男嫁に慰謝料を請求した。まさかバレているとは思わなかったらしく、長男嫁は慰謝料を請求されて絶句していたらしい。長男は今回のことで反省をして、ちゃんと相手を見極めるし、私のことを頼るのもやめると言っていた。まあ調子のいい長男だから、また考えが変わるかもしれないが、それでも本人が変わろうとしているのは素直に応援してあげたいと思う。そして私は新しい部屋に住み始めたのだが、こっちは低層階で、逆に普段の日常生活では快適だ。2階だからエレベーターを使わずに階段で降りられるし、立地もいいからいろんなところへのアクセスもいい。次男とも定期的に会って近況報告を受けて安心できている。これからも私は利回りでつつましい生活をしながら、心に余裕のある日々を過ごしていこうと思う。これでやっと家族だけで暮らせるわね。もうお前の部屋はないんだから、さっさと出て行きなさい。キボが笑いながらそう言い、夫もそれに同調する。ほらよ、離婚届だ。勝ち誇った顔をする彼らは、きっと私がひれ伏すとでも思っているのだろう。だがこちらにとっても好都合だ。喜んで。私はそう言って離婚届を受け取った。夫と義母が目を丸くするアホ面は今思い出しても笑える。私の名前はユキ、35歳の会社員だ。夫の亮太とは結婚して3年になる。私たちの出会いは合コンで、彼の方からアプローチをしてきたことをきっかけに付き合い始めた。それから順調に交際を始めて、私たちは結婚に至った。結婚まではトントン拍子に決まっていき、私はこんなにもすんなりと結婚ができるとは思わなかった。私の親はすでに他界しており、私は祖母と2人で暮らしていた。ユキのことは俺が必ず幸せにします。だから安心してください。
夫は私と結婚するときに親代わりとして育ててくれた祖母にそう言った。その姿はとても頼もしくて、私は彼に惚れ直したものだ。両家の顔合わせも終わり、私たちは無事に結婚した。それから夫婦仲良く暮らしながら楽しい日々を送っていた。もちろん不満だったり嫌な部分もあったりするけれど、それ以上に結婚してよかったと思う部分や幸せだと思えることが多いので、結婚生活は順調だと感じている。そんな中、つい最近夫がこんなことを提案してきた。そろそろユキの夢叶えないか。私の夢？ああ、マイホームを建てるっていう夢だよ。え？夫からのいきなりの提案に私は驚いた。覚えててくれたの？もちろんだよ。私のマイホームを建てたいという夢は、まだ夫とお付き合いをしていた時にちょこっと言ったことがあっただけだった。だから夫が覚えていてびっくりしたし、とても嬉しかった。本当はもっと早くにこの話をしようと思ってたんだけど、去年ユキのおばあちゃんが亡くなっただろ。だからユキの気持ちが落ち着くまでは待とうと思ってたんだ。そうだったんだね。そう、私の祖母は去年病気で亡くなってしまった。私のことをずっと大事に育ててくれたたった一人の身内が亡くなってしまい、私はとても悲しかった。そのため去年はしばらく落ち込んでいて、夫にも迷惑をかけてしまっていたと思う。最近は元気を取り戻して前向きに生きることができ始めていたので、夫もちょうどいい頃だと判断したようだ。ありがとう、リオタ。早速不動産屋に行こうぜ。うん、そうしよう。私はちょうど元気になっていて、新しいことや環境を変えたりといった変化を求めていた。それに結婚も3年を迎え、そろそろ子供が欲しいなんて思っていた私。子供ができたら夢のマイホームも欲しくなるよなとセットで考えていた。だから夫の提案はタイムリーというか、タイミングがバッチリで、私はびっくりした。夫も似たような感覚でいるのかなと、私は夫婦で価値観などが似ていることが嬉しく思った。それから私たちは不動産屋に行き、いろいろと物件を見た。住宅展示場は見るだけでもとても楽しい気分になる。わあ、見て、オープンキッチンだよ。こんなところで料理をしたら楽しいだろうな。こっち見てみろよ、部屋がすごく広いぞ。私たちは年甲斐もなくはしゃいでいた。不動産屋の人たちが私たちのことを見て少しクスクスと笑っていた。その後も私たちは休みの日を利用していろいろと物件を見た。だがなかなか二人ともがしっくりくる家がなかった。やっぱりもう少し予算が必要なのかな。私としては何軒かいい家はあったと思うけど、リョータはどういう部分で引っかかってるの？俺としてはさ、できればもっと部屋数が多くて庭もでかいのがいいんだよな。そうなると一気に値段が跳ね上がるだろ。どこか妥協するしかないかな。夫がそう言ったので私はクスッと笑った。え？ユキ、どうしたの？私が突然笑ったので夫はいぶかしげに私を見た。実は私、昔から結構貯金をしてたのよ。マイホームを建てるためにね。学生の頃から貯めてたから、今は3000万くらいあってね。それにおばあちゃんが亡くなった時に相続した遺産も4000万くらいあるの。え？じゃあ合わせたら7000万もあるじゃないか。まあもちろん全部使うつもりはなかったけど、少しくらい条件を良くしても大丈夫だよ。私がそう言うと夫はとても喜んでいた。じゃあ早速一流メーカーの方も見てこようぜ。そう言って夫はウキウキしながら私の手を引いた。老後だったり、これから子供が生まれた時のことを考えて、なるべく貯金を残しつつマイホームを建てようと私は思っていたが、こういうのは夫婦がお互いに納得する形で建てるべきだと私は思った。夫が嬉しそうにしていて、私も自然と嬉しい気持ちになった。だがその後、マイホームの建設の話はおかしな方向へと進んでいくことになる。それはとある休みの日のこと。私と夫は条件を良くした状態でまた住宅展示場へと向かった。するとそこになぜか義母の姿があったのだ。
お母さんがなぜここに？私は理由がわからなかったので思わずそう尋ねた。するとギボは驚きの発言をしたのだ。そりゃ私も一緒に住むんですもの。私だって家を建てる段階から関わらせてよ。え？私は耳を疑った。すぐに夫に問い詰めた。ちょっとどういうこと？お母さんも一緒に住むなんて聞いてないけど。私がそう言うと夫は、だって俺たちだけでいい部屋に住むのは申し訳ないじゃん、と言い出した。いやいや、私は夫婦で理想の一軒家を建てて幸せに暮らすつもりだったのに。義母と同居することになるのは想定外だよ。私が驚いて固まっていると、義母はそんなことは気にせずに夫の手を引いて中に入ってしまった。その日は全く見学に集中できなかった。家を建てても同居になるという事実が衝撃すぎたからだ。帰宅後、私は改めて夫と話をすることにした。ちょっと、お母さんとの同居のことなんで相談もせずに勝手に決めるの？え？なんか問題？問題だよ。私にまず話をしてもらわないと。夫婦で購入する家なんだよ。私がそう言うと、夫はめんどくさそうな顔をした。ユキはさ、俺の母さんのこと嫌いなわけ？え？いや、そんなことは言ってないじゃない。そう聞こえるんだよ。俺はユキのためを思って母さんとの同居を思いついたんだよ。どういうこと？今後子供が生まれたら家事に子育てに仕事にとユキの負担が増えるだろう。そういう時に母さんがいた方がいろいろと助けてもらえるじゃん。それに身内をなくしたユキにとって少しでも家族や親子の関わりというのを味わってもらえたらいいなって俺は考えてたんだよ。そういう俺の思いは全部迷惑だったってこと？そんなつもりじゃ。だったらそういう風に事前に話してほしかったよ。そしたら私もあんなに驚いたり動揺しなかったと思うし。私がそう言うと夫がふっと笑った。そうかそうか、それはすまなかった。確かにいきなり母さんが現れたんだから驚くのも無理はないよな。でも俺の気持ちも分かってくれた？うん、ちゃんと考えてくれてありがとう。母さんも自分が本当の親のようになれたらいいなって言ってたんだぞ。そうなの？ああ、だから心配せずにさ、俺たちみんなで理想の家を建てようぜ。うん。言葉が足りない夫に対して最初は不信感を抱いていたが、ちゃんと話し合ったことで夫や義母の気持ちを知ることができて安心した。同居になることには驚いたが、それでも彼らとならうまくやっていけそうだとこの時は思った。それから改めて義母と夫と一緒にハウスメーカーに行った。お母さん、この前はすいませんでした。いいのよ、ちゃんと話してなかった私たちも悪かったわけだし、これから改めてよろしくね。はい、よろしくお願いします。義母は私のことを優しく笑顔で受け入れてくれた。義母はギフとは10年ほど前に離婚をしてしまったそうで、それからは義実家にて一人で暮らしている。義母自身も子供が巣立っていったことで少し寂しい思いをしていたそうだ。私はそういう思いを聞いて、新しい家で家族仲良くしたいと思った。そしてハウスメーカーの営業さんと私たち3人で打ち合わせをした。夫と義母は2世帯住宅を提案した。子供ができた時のことも考えると2世帯がいいと思うの。私は老後のことも考えて1階に住ませてもらって、あなたたちは2階で暮らすのはどうかしら。俺もそれがいいと思う。1階をバリアフリーにすれば、母さんが将来的に足腰が悪くなったとしても動きやすくなるしな。ユキはどう思う？私もそれがいいと思う。それじゃあそうしようか。部屋数はこれぐらいかな。え？ちょっと多くない？何言ってるんだよ。子供は2人は欲しいだろ。だったらこれくらい必要だろ。そっか。夫が提案してきた部屋数は全部で6つもあった。リビングなどは別で考えているので 6LDK になる。さらにはオープンキッチンで広い庭がついていて、お風呂も広い。その後も夫と義母はいろいろと希望を出していくのだが、家の費用がとんでもないことになるんじゃないかと私はとても心配になった。そ
さすがにそこまでは欲張らなくてもいいんじゃない？私がそう言っても夫と義母は聞く耳を持たなかった。一生住む家なんだから妥協しちゃダメだって。そうやって言い聞かされて私はそれ以上反対することができなかった。まあお金はそれなりにあるし。そう思っていたのだが話がまとまり、いざ価格を聞いて私は驚いた。なんと私たちが建てる家は全部で6500万も費用がかかることになったのだ。これにはさすがにびっくりしてしまい、夫と義母にどこか削れるところはないか相談した。だがもう削れるところはないと二人に言われてしまった。頼むユキ、みんなで幸せに暮らすためには必要な経費だ。これから幸せな家庭を築いていこうよ。そうよユキさん、いい家を建てれば孫の代まで引き継ぐことができるでしょ。この家でみんなが幸せになれるのよ。お母さん、りょうた。私はこうして6500万もする新居を購入することになるのだった。そして家が建ち始めてから数ヶ月が経った頃、いきなり義母がやってきた。もう実家は売ったし、新しい家ができるまでの間ここで一緒に暮らしましょう。そのまま流れで家に住み着いてきた義母。まあこれから同居するんだしいいか、そんなことを考えていた。だがある日、私は夫と義母のとんでもない会話を耳にすることになる。いやー、作戦成功だな。ユキのやつはちょっとおだてればすぐに信じるもんな。簡単なアホな女ね。私たちとサナエたちが暮らすとも知らずに。私は耳を疑った。サナエとは義士のことだ。一体どういうことだろうか。義士は結婚して子供が二人いる。この時私はハッとした。これはつまり義士が子供を連れて帰ってくるからあの部屋数だったのではないだろうか。家が完成したら離婚するからな。あの女がどういう反応するか楽しみね。夫と義母はそんな会話をした。私は怒りでいっぱいになり、すぐにでも怒鳴り込もうと思ったが、とてもいいアイデアを思いついた。だからあえて気づいていないふりをした。その後無事に家が完成した。早速新居へと向かう私たち。まずは荷物を運ぶ前に家の中を見ようぜ。新居はとても綺麗で素晴らしかった。そして夫と義母はニヤニヤ笑っている。これでやっと家族だけで暮らせるわね。そう言って私に笑いかけてくる義母。そうですね、家族だけで暮らせますね。私がそう返すと夫と義母は声を上げて笑った。ユキ、お前は家族じゃないからな。え？どういうこと？この家はこれから私たちとサナエとサナエの子供たちが暮らすのよ。サナエは旦那さんと離婚して子供を連れてくるの。それでもうこの家は定員なのよ。もうお前の部屋はないんだからさっさと出て行きなさい。義母が笑いながらそう言い、夫もそれに同調する。ほらよ、離婚届だ。家の建設に協力してくれてありがとうよ。勝ち誇った顔をする彼らはきっと私がひれ伏すとでも思っているのだろう。だがこちらにとっても好都合だ。喜んで。私はそう言って離婚届を受け取った。え？夫と義母が目を丸くするアホ面は今思い出しても笑える。お前状況分かってるのか？離婚してこの家から追い出されるんだぞ。ええ、分かってるわよ。まあ本当にどういう状況なのかあなたたちの方が分かっていないみたいだけどね。は？夫と義母はいぶかしげに私を見てきた。だが私は気にせずに家を出て自分の荷物を車から下ろして歩き出した。大きい通りに出てタクシーを拾い、そして新しく借りた賃貸の部屋へ。実は私は夫と義母の先回りをしていろいろと行動に出ていたのだ。そのため自分で部屋も借りていた。新居に引っ越して私は離婚届を書いて役所へ提出しに行った。これで全部終わった。あとはあいつらの反応を楽しみに待つだけだ。それから2週間ほど経った頃だろうか。元夫から鬼電がかかってきた。おい、一体どういうことだよ。どうして俺たちが強制的に家を追い出されなきゃいけないんだよ。ああ、
ようやく通知が来たのね。だって家を売ったんだもの、当然でしょ。ちょっと待てよ。家は夫婦で購入したんだから俺のものだろ。は？1円も出さなかったあなたが何を言ってるの？俺の稼ぎと貯金は将来子供の学費に回すって言って、家は私に全て支払わせたんじゃない。だからあの時私名義で買ったのよ。名義人は私なんだから勝手に売っても構わないでしょ。そんな、お前そんなことしていいのか。ただただ損をするだけだろ。あなたたちに裏切られて泣き寝入りするよりはマシ。それにね、損なんてしてないのよ。6500万で買った家だけど、運よく7000万で売れたの。だから500万プラスになっちゃった。はぁ？ふざけんなよ。なんでお前が得をして俺たちが住む家を失うんだよ。私を裏切った罰が当たったんでしょう。私がそう言うと規模の声に変わった。お願い、ユキさん。謝るから売るのはやめて、この家に戻ってきて。一部屋、ゲストルーム用に開けていた部屋もあるし、そこに来なさいよ。私の家なのに、なんでお母さんたちのもののような言い方するんですか。私はもうあなたたちを許すことはできませんので。私がそう言うと、義母は逆ギレをした。何よ、こっちが下手に出りゃ調子に乗って。遺産を多くもらっただけのくせに、あんただっていらないわよ。亮太の稼ぎがあれば私たちは普通に問題なく生活できるわけだしね。義母の発言に私は疑問を抱いた。え？月収18万の人がどうやって大人3人と子供2人の生活費を支払うっていうんですか？あ、18万？義母はどうやら元夫の給料をちゃんと把握していなかったようだ。ちょっと、亮太どういうこと？今まで裕福な生活ができていたのってあなたの稼ぎじゃないの？いや、今まではユキが多く生活費を出してくれてて、ここ最近は財産分与で手に入れた分を生活費に回してごまかしてたんだ。ああ、なんですって？義母はまさかの事実にとても驚いていた。ごめんよ、母さん。俺の方が給料が少ないなんて恥ずかしくて言えなくて。それから義姉が元夫に怒鳴る声なども聞こえてきたので、私は電話をそっと切り着信拒否にした。その後無事に彼らは家を追い出されて、家もちゃんと売れたようだ。元夫と私の共通の友人から聞いた話だと、元夫と義母と義姉は一気に関係性が悪くなり、現在は全員バラバラになって生活をしているらしい。義姉については子供を元旦那さんが引き取ったそうだ。まあその方が子供たちのためになるだろう。元夫は低収入のバツイチという最悪な肩書きがついて、再婚どころか彼女すらできないらしい。元義母は老人ホームに入ることにしたのだが、年金がかなり少ないらしく、サービスの悪い施設にしか入れずにストレスばかり溜まっているそうだ。だが元夫も元義姉も元義母と喧嘩をしているので、一切助けようとしないそうだ。まあ正確には助ける余裕がないのだろう。一方、私は会社近くに借りた賃貸の部屋で倹約をしながらどんどん貯金を貯めている。しばらく恋愛などはいいので、これからは再び仕事に打ち込んで自分の資産を増やしていこうと思う。今日からここが我が家よ。他人のあんたは出て行ってちょうだい。義母と義姉は私だけを追い払って夫と3人でこのタワマンに暮らすというのだ。この人たちは一体何を言っているのだろうか。私が驚いて固まっていると、夫が目を見開いて義母たちにこう言った。母さんたち知らないの？この家は。私の名前はかすみ、32歳の会社員だ。夫の達也とは結婚して2年になる。私たちの出会いは共通の趣味であるゲームのコミュニティだった。そこにはいろんな業種の人や年齢の人たちがいて、いろんな人と交流できて楽しかった。そんな達也は私と同世代だったため、とても話しやすかった。さらに私たちは働いている会社の場所が近かった。そのためよくお互いにお弁当を持ってきて近くの公園で一緒に食べていた。そしてよく仕事後に一緒にオンラインゲームをしていた。だから自然と私たちは距離が縮まっていき、付き合うことになったのだ。完全に趣味目的で入っていたコミュニティだったので、私はまさかそこで彼氏ができるとは思わなかった。
だが私と彼はびっくりするほど相性が良くて、一緒にいてすごく落ち着けた。趣味が同じだから自然とその他の好みとかも似ていたようだ。私たちは基本的にゲームを一緒にすることが多かったが、その分の家での過ごし方の充実度がすごかった。私たちはゲームの時間をより楽しく満足のあるものにするために、家を快適な状態に保つことに意識を向けていた。どちらの部屋もインテリアにこだわったり、カーペットなどの色や素材にもこだわったりしている。そしてインドア派が最もこだわるのが日々の食事だ。自炊で美味しいものを食べることで幸福度が段違いに上がる。私は仕事後でも必ず自炊をしたし、休みの日は手の込んだものをたくさん作っていた。お菓子作りなんかもして、お気に入りのお店で買ったコーヒー豆をひいてコーヒーを入れ、ゲームをしながら優雅なティータイムを取ったりしていた。彼に私が作ったお菓子を食べさせたら、カフェを開けるよと褒めてもらったこともある。それからだんだんとお互いの部屋を行き来するのが時間がもったいないということになり、ゲームをする時間を増やすために同棲をすることになった。彼の部屋の方が部屋数が多く、さらに会社からも近いということで、私が彼の部屋に移り住んだ。その後、同棲生活を送って1年ほどが経った頃、彼からプロポーズをされて私たちは結婚することに。気がつけば共通のコミュニティ参加者同士で結婚をしていたのだ。私は縁とは不思議なものだなと思いながらも、彼と結婚することができてすごく嬉しかった。彼のように一緒にいて落ち着けるだけでなく、楽しいと思える人は今後現れないと思う。私にとっての運命の相手は間違いなく彼のことだと思った。その後、私と夫は結婚式を挙げて無事に結婚に至った。そして始まった新婚生活。とは言っても同棲している時と同じ部屋で変わらず暮らしていたので、そこまで生活に変化はなかった。だが私はこの人の奥さんなんだなとふと思う時があり、自然と頬が緩んでしまう。一緒に暮らしているから幸せも楽しみも2倍になる。私と夫はずっと仲良くて、一緒にいるとあっという間に時間が過ぎていった。そんな風に幸せな結婚生活を送っていた私たち。だが結婚して2年が過ぎた頃、とある問題が起きた。それは私の母が足腰を痛めてしまい、介護が必要になってしまったことだ。母は数年前に父を亡くし、現在は一人で暮らしていた。そして私は一人娘なので、他に母の面倒を見れる人がいない。私はすぐに夫に相談をした。お母さんを施設に入れるか同居したいと思っているの。私が夫の意見を聞くと、俺は同居になっても構わないよと言ってくれた。最初は私に気を使ってくれているのかと思ったが、夫は本気で同居してもいいと思っているようだった。困っている時は助け合わないと。俺が家事をやって霞が介護をすれば負担は減るだろう。毎日施設に顔を出すよりも体は疲れないと思うし、やっぱり親子仲良く一緒に暮らす方が幸せだろう。そうやって夫が言ってくれたことがすごく嬉しかった。ありがとう、達也。だがここでまた問題が。同居するにあたり、住むためのベストな家がなかったことだ。私の実家だと私も夫も会社からかなり遠くて通勤がものすごく大変になる。そして今住んでいる夫の部屋はもともと単身用の部屋なので3人で暮らすのは無理だ。となると新しく部屋を借りるか購入するかをして引っ越さなければならなかった。もともと契約家というか住む場所にこだわりがあまりなかった私だったが、今回のことを機に思い切ってマンションを購入することにした。それから夫と相談しながらいろいろと物件を見ていった。すると一室ものすごくいい部屋があるのを見つけた。そこはタワマンの一室なのだが、前回入居していた方がバリアフリーに改修していたようで、そのままバリアフリーの部屋として売りに出されていた。さらにスーパーや郵便局に銀行、駅からすごく近くて会社までのアクセスもいい。そして評判のいい大学病院も近くにあるので、母の通院にも適している。またタワマンといってもその部屋は2階の部屋だったので、私も夫も普段は階段を使って会社に向かったり、ゴミを出しに行けるだろう。
そのためよく聞く長いエレベーター待ちでやきもきすることがないと予想できる。母を病院とかに連れて行くときとかは、そもそも会社を休んでいることが多いので時間に余裕があって特にエレベーターで待たされても問題はない。そして低層階だからかタワマンといえどもそこまで高くなかった。そのため私はこの部屋を購入することにした。すぐに不動産会社で契約をして鍵をもらい引っ越しが完了した。さすがにタワマンなだけあってすごく綺麗で部屋も広いし部屋数も多い。それぞれの部屋がある上で寝室もあるので夫と私のそれぞれのゲーム部屋も作れそうだ。実際に住んでみるととても快適で私は思い切って購入してよかったと思った。かすみと達也さんにこんないい家を用意してもらってなんだか申し訳ないわ。心優しい母はそう言って申し訳なさそうにしていたが、私は自分たち夫婦の暮らしも快適になっているから問題ないと言って納得してもらった。それから私たち3人での生活が始まった。日中は私も夫も働きに出ているのでヘルパーさんを雇っていたが、基本的に私は定時で帰ってくるようにして夕方以降の介護は私がやるようにした。夫は仕事後にいつも晩ご飯の準備をしてくれるのでとても助かる。夫の料理はとても美味しくて私は同棲をしていた時から好きなのだが、初めて夫の料理を食べた母もすごく美味しいと驚きながら食べていた。夫はとても嬉しそうにしていて、私たちの同居生活は和気あいあいとしたとても楽しいものになっていた。母が介護が必要になってしまった時はこれから一体どうなるのだろうと不安になったが、夫と一緒にいればどんなことも楽しく乗り越えられると確信することができた。それからも相変わらず平和で幸せな日々を過ごしていた私たち。そして私は会社に在宅で働けないかを相談した。ヘルパーさんに頼んでいるとはいえ、やはり私自身が母とずっと一緒にいて介護をしてあげたいと思ったのだ。在宅であれば母に何かあった時もすぐに対応できるし、ヘルパーさんを雇っていた分のお金も浮く。そしてありがたいことに会社から在宅勤務を許可してもらえた。そのおかげで私は日中も母の介護をすることができ、そして仕事の合間に簡単な掃除だったり洗濯などもすることができた。普段の家事はまとめて夫と一緒に休日にやっていたのだが、ちょこちょこ平日の日中にやるようにしたことで夫の負担も減らすことができた。みんなが快適に過ごせているのでストレスも少なくて本当に穏やかで平和な空気が流れている。これからずっとこんな感じで幸せな日々が続くのだとそう思っていた。だが同居生活を始めて3年ほどが経った頃、母が体調を崩してしまい入院が必要な状態に。普段通院している家の近くの大学病院で入院をすることになったので見舞いには行きやすいが、それでもずっと一緒に住んでいた母がいなくなってしまって寂しかった。私は毎日お見舞いに行き、夫も仕事後だったり休日に一緒に見舞いに行ってくれた。何度も見舞いに来させてしまって本当に申し訳ないね。何言ってるのよお母さん、そうやって申し訳ないと思わないで。そうですよお母さん、僕たちはお母さんのことを大事に思っていて見舞いに来たいから来ているんです。ありがとう二人とも、そうやって大事にしてもらえて私は嬉しいよ。達也さん、これからもかすみのことをよろしくお願いします。はい、もちろんです。僕がかすみのことを守りますから。なんだか結婚の挨拶みたい。私が突っ込み、病室でみんなで笑い合った。私たち3人が揃うといつもこういう穏やかな感じになる。母が退院したらまたこういう時間が過ごせるんだろうな。そうやって思っていたのだが、母はそれから数日後に容体が悪化して、そのまま息を引き取ってしまった。私は悲しくて涙が止まらなかった。こんな突然亡くなってしまうなんて。だが母があの時に夫にあのようなことを言っていた時に、きっと母自身は自分の命が長くないことを悟っていたのだろう。それを私たちに気づかれないように笑顔を振りまいて大丈夫なふりをしていたのだろう。本当に母はどこまでも優しい人だ。
私も母のような人間になりたい。そう思いながら母の葬儀の手配と準備を夫と一緒に進めた。そして葬儀が無事に終わり、私と夫は二人で家に帰った。最後の方は病院で入院をしていたが、それでもずっと一緒に暮らしていた部屋から母がいなくなり、すごく広く感じて寂しかった。夫は私のことを気遣って、有給を取ってしばらく一緒にいてくれた。私も仕事をする気にはなかなかなれず、有給をもらって休むことに。だがそんな中、思いもよらない出来事が起きた。私と夫が家にいると、いきなりインターホンが鳴った。一体こんな時に誰だろうか。夫が私の代わりに出てくれた。え、母さんに姉さん、一体どうしたの。なんとやってきたのは義母と義姉だった。話があるとのことだったので、私たちは仕方なくエントランスのオートロックを開けてあげた。すると義母と義姉はピンポンを押し、夫が玄関を開けた。ここがあなたたちの部屋なのね。すごくいいところじゃない。母さんたち、話ってなんだよ。今はそのお母さんが亡くなって俺たちは落ち込んでいるから、本来なら後日にしてほしいんだけど。夫がそうやって言うと、義母と義姉は早速本題に入った。私たちここに住むことにしたの。え？義母はいきなりそんなことを言い出した。ちょっと待ってよ母さん、何言ってるんだよ。夫が私の代わりに義母たちにそう言った。だが彼らは聞く耳を持たない。そして義母たちは私の前まで来るとこんなことを言い出したのだ。今日からここが我が家よ。他人のあんたは出て行ってちょうだい。義母と義姉は私だけを追い払って、夫と三人でこのタワマンに暮らすというのだ。この人たちは一体何を言っているのだろうか。葬儀が終わった直後にもかかわらず、いきなり家にやってきて出て行けなんて非常識すぎる。義母と義姉は昔からそういうところがあった。自分勝手で私のことは奴隷のように扱っていいと思っている節があった。私の母と同居するまでは、たまに休みの日に義実家に顔を見せに行っていたのだが、その度に義母と義姉にいびられていたのだ。だがまさか母の葬儀が終わって間もないのにこんなことを言ってくるとは思わなかった。さあ、さっさと荷物をまとめて出て行きなさい。本来なら達也があんたの母親と同居していることも気に入らなかったんだからね。次々と私に対して悪口を言ってくる義母と義妹。私が驚いて固まっていると、夫が目を見開いて義母たちにこう言った。母さんたち、知らないの？この家は、霞が買った家だよ。あ？夫がそうやって言ってくれたのにもかかわらず、義母と義姉は信じなかった。達也、何言ってるのよ。そうよ。いくら低層階だからってこの女にタワマンを購入する金なんてあるわけないじゃない。義母と義姉は昔から私が仕事をしているのを気に入らない様子だった。女なんて大して稼げないんだから、それよりも早く子供を産みなさい。そんな心ない言葉を義実家に行った時によく言われたものだ。私は彼らがそうやって上から物を言わないと満足できない悲しい性格をしている人たちという認識をしていた。だから嫁いびりをされててもそこまで辛くはなかった。だが母が亡くなって悲しんでいるタイミングにやってくるのは許せない。しかも夫が説明をしても信じないことにも腹が立った。私は義母と義姉の前に立ち、あるものを渡してあげた。これが私の名刺ですよ。いくら常識知らずのお母さんたちでも、この会社の名前くらいは聞いたことありますよね。え？義母と義姉は名刺に書かれている企業の名前を見て絶句した。どうしてあんたがこんないい会社に。それは私が今まで頑張って勉強をしていい大学に入り、就活を頑張ったからですよ。そういう部分を一切見ようとせずに、ただただ私に嫁いびりをしてくるなんて本当に恥ずかしい人たちですね。うるさいわ。大企業に勤めてるって言っても、結局は達也よりも稼ぎは低いんでしょ。母さんたち、いい加減にしてくれよ。霞は俺よりも稼ぎがだいぶ上だよ。え？嘘でしょ？嘘なんかついてない。
というよりこんな状況なのにもかかわらず、かすみを追い詰めようとするなんてどんだけ性格が悪いの。ああ、いや、私たちは達也が望んでもいない同居生活からやっと解放されて喜んでいると思ってて。だからそれがそもそも勘違いなんだよ。俺はかすみのお母さんのことも家族としてとても大事に思っていたし、同居生活はすごく楽しかったんだよ。そしてそういうこととか関係なく、母さんたちがしていることは非常識だよ。前々から自分勝手な人たちだなとは思っていたけど、もう今日で心に決めたよ。何を決めたの？俺は母さんと姉さんと縁を切る。そんな、どうしてそうなるのよ。それは自分たちの胸に手を当てて考えろよ。俺にとって一番大事なのは嫁のかすみだ。そのかすみを傷つけようとする奴らは許さない。父さんが亡くなってから二人のことが心配で、少ないながらにも仕送りをしていたけど、それもやめる。ちょっと待ってよ。それは困るわ。私たち借金を作ってしまったの。はあ？借金？そうなの。達也からの仕送りもあるし、お父さんの遺産もあるからって、何も気にせずにいろいろと買い漁っていたら、あっという間にお金がなくなっちゃって。だけど物欲が止まらなくて、借金をしちゃって。ああ、本当に母さんたちはどうしようもないな。それじゃあ立て替えてくれるの？ああ、そんなことするわけないだろ。え？俺はさっき言ったように母さんたちと縁を切るんだ。今すぐここから出ていけ。そうしないと警察を呼ぶからな。そんな、ひどいわ。義母と義姉はそう言いながらも、夫がスマホを手に取り電話をしようとすると慌てて逃げていった。かすみ、本当に最低な家族でごめん。ううん、いいのよ。あなたは本気で私を守ろうとしてくれたじゃない。お母さんに約束した通りのことをやってくれたのよ。頼もしい旦那さんだわ。かすみ。私たちは夫婦の絆が強いことを再認識し、それからタワマンから引っ越すことに。私は在宅勤務でどこでも働けるし、さすがに二人の状態だと今の部屋は広すぎた。それにいつ義母たちが突撃してくるかわからないので、私たちは夫が働く会社の近くに引っ越した。タワマンの家は賃貸に出して家賃収入を得ることに。そのおかげで私たちは家賃収入だけで生活費のほとんどを賄えるようになり、自分たちが働いた分のお金はまるまる貯蓄をしたり、ちょっとした贅沢に使えるようになった。ちなみに義母と義姉は借金の返済のために実家を売る必要が出たらしく、ただそこまで高く売れなかったため借金が残っている状態だそうだ。現在は二人ともフルでアルバイトで働いて借金を返しているそうなのだが、物欲が抑えられずに結局借金をして浪費を繰り返してしまうらしい。そういった現状を報告して助けてほしいと義母たちから夫に連絡が来るが、夫は全て無視をしている。そして現在は着信拒否をして連絡が一切取れないようにしたので、義母たちと関わることはこれで完全になくなった。私と夫は二人でとても豊かで楽しい生活を送っている。これからも夫婦仲良くしながら、今も老後もずっと一緒にいようと思う。じゃあ、ババアの世話はよろしくな。信じられない。こんなことをして許されると思っているのだろうか。後悔するよ。はあ、後悔なんてするわけないだろ。ばあちゃん子だったお前も世話をすることができて幸せになり、俺もこの家が手に入って幸せになる。まさにウィンウィンの関係じゃないか。そう。勝手にそう思ってればいいわ。私は祖母と結託して兄夫婦を地獄に落とすことに決めた。私の名前は香織、30歳の会社員だ。夫のミツルとは結婚して2年が経つ。私たちはとても相性が良くて、喧嘩なんてすることもなくずっと幸せな日々を過ごしている。私は小さい頃に母を亡くし、父と兄と祖母と一緒に暮らしていた。一生懸命仕事をして私たちを養うためのお金を稼いでいた父に代わって、私と兄の世話をしてきたのは祖母だった。祖母はいつも柔らかい笑顔で私たちに接してくれていた。そんな祖母のことが私は大好きだった。香織、
人のためにしたことはいずれ自分の元に返ってくるからね。できる限り人には優しくするんだよ。義母は私が小さい頃によくそうやって言い聞かせてきた。私は祖母からそうやって何度も言われていたので、人に優しくすることをとても大事だと感じ、自分ができる限り人に優しくするようにした。そしてそのおかげで夫とも結婚することができたのだ。私と夫の出会いは少し変わっている。私はその日休みだったので午前中から街中をブラブラと回っていた。そして昼過ぎに帰ろうと思い駅の中を歩いていた。すると改札近くでオロオロしているスーツ姿の男性を発見した。私はなんとなくその人が気になり声をかけた。あの、どうされたんですか？財布を落としてしまって。え、それは困りましたね。一緒に探しましょうか。ありがとうございます。でももう電車に乗って取引先に行かないと間に合わなくて、会社に戻って職場の人にお金を借りる時間もないんです。どうやら3分後に来る電車に乗らないと先方との商談の時間に間に合わなくなるらしい。私はすぐに財布から1000円を取り出した。これですぐに切符を買って行ってください。え、でも見ず知らずの人にそんなご迷惑は。気にしないでください。あなたとあなたが働く会社のためです。ありがとうございます。彼は泣きそうになりながら私から1000円を受け取り、切符を購入して電車に乗っていった。もちろんそこで連絡先などを交換している暇はなかったので、私はただただ知らない人に親切をしただけという感じだった。だが運命というものはあるのか、それから1ヶ月後に私と彼は再会をしたのだ。それは就活生に向けた合同説明会の時のこと。私はたまたま説明会の担当の一人として選ばれた。そして説明会の会場について準備をしていると、いきなり声をかけられたのだ。あの、もしかして駅で僕を助けてくれた方ですか？え？私は彼の顔を見て、あ、と言った。やっぱり、その説はどうもありがとうございました。おかげで商談に間に合い、無事に契約を取ることができました。それは良かったです。おめでとうございます。あ、そうだ、1000円をお返ししますね。彼はなんと隣のブースで説明会に参加していた会社の担当者だったようで、私たちは偶然再会したのだ。この時のことをきっかけに、私たちは連絡先を交換した。彼からお礼がしたいと言われたからだ。それから何度か食事に行き、デートにも行くようになり、交際がスタート。そしてあっという間に結婚にまで至ったのだ。祖母からの教えが身についていたから、私はとっさに体が動いて彼を助け、それが結婚にまでつながったというわけだ。だから祖母にはすごく感謝しているし、祖母の生き方や考え方を私は尊敬している。私は大人になってからも祖母の元を訪ねて、顔を見せに行っていた。悲しいことに父は私と兄の生活を守るために身を粉にして働きすぎて、60代のうちに早くに体調を崩して亡くなってしまった。だから現在実家には祖母が一人で住んでいる状態だ。私は夫と一緒に定期的に実家に帰り、祖母の様子を見に行っているのだ。夫も祖母のことがとても好きなようで、いつも楽しそうに話していた。私たちは祖母とそんな風に良好な関係を築けていた。だが一方で、兄の雄也は祖母、いや私を含めた家族とあまりうまくいっていなかった。それは兄のわがままな性格が災いしていた。兄は昔から自分さえ良ければいいという性格をしていた。だから自分がいかに得をするにはどうすればいいかというのが真っ先に来るような言動をする。
そして無理やりにでも人から何かを奪うことも厭わないような人だった。小さい頃の些細な話だと、祖母が作ってくれた唐揚げとかを私から無理やり奪ったりしていた。小学生や中学生の頃には、よく同級生の子のゲームとかを奪い取って持ち帰ってきて、その子の親が怒鳴り込んでくるなんてこともあった。その度に祖母が謝っていて、私は祖母がかわいそうだと思ったものだ。そしてそうやって祖母に迷惑をかける兄のことが嫌いだった。だが祖母はそんな兄に対しても優しく接していた。男の子だからね、少しはやんちゃをするだろう。まあもちろんやってはいけないことは叱るよ。だけどあの子もきっとちゃんと話せばわかる子だろうからね。祖母がそうやって兄にも優しくしているのを見て、私はすごいなと思った。小さい頃には私には兄を許す度量はなかったが、少しずつでもいいから祖母のようになりたいと思った。だが兄はそれからも祖母の優しさを分かっていないのか、何度も祖母や父を困らせてきた。中学校になるとカンニングだったり万引きをするようになり、先生に何度も怒られていたし、夜遅くまでたむろして警察のお世話になることもあった。夜の時は父が迎えに行ったが、日中は祖母が行っていた。そうやって祖母と父を困らせながらも、兄は全く反省する様子はない。高校生になると学校をサボってゲームセンターに入り浸るようになり、遅刻や欠席が多すぎて留年。下級生と一緒に授業なんて受けられないと言って、とうとう自主退学してしまった。私はそんな兄のことをやっぱり許せなかった。高校の入学金だって学費だって父が働いて稼いだお金で出してもらったものだ。それなのにそういうことへの感謝が一切なくて、全てが自分中心だ。祖母が優しい言葉で諭そうとしても、右耳から左耳へ通り抜けていく。高校を中退した兄は、その後バイトをするも辞めて、いろんなバイトを転々としていた。そして祖母や父からよく金をたかっていた。ばあちゃん、金くれよ。俺は本来なら高校生なんだからお小遣いくれてもいいだろ。はあ、仕方ないわね。祖母はそう言ってお金を渡していたのだが、兄はすぐに使い果たし、今度は父にお金をたかる。父は仕事で忙しくてなかなか子育てに時間を避けられなかったことを後悔しているようで、兄にその点を責められると申し訳なさそうにしてお金を渡していた。私はそんな祖母と父を見ているのは辛くて仕方なかった。だから私は兄に対して文句を言ったことがある。いい加減にしなよ。お兄ちゃん中心に世界が回ってるわけじゃないんだよ。高校にも行かない。バイトも続かない。親に金をたかる。そんなこと繰り返して恥ずかしいと思わないの？私は自分の兄がお兄ちゃんで恥ずかしいよ。私がそう言うと、兄はものすごく顔を赤くして怒ってきた。はあ？お前妹のくせに生意気なんだよ。お前だって親から金をたかってんじゃんか。私はまだ中学生だし、働けないからお小遣いをもらってるだけでしょ。たかるのとは違うよ。一緒だろ。お前にバカにされるとかムカつく。じゃあ働いて自立してみればいいじゃない。どうせできないんだろうけど。私がそうやって挑発すると、兄はその挑発に乗ってきた。やってやろうじゃねえか。俺は本当は一人でも暮らせるんだよ。そう言って兄はバイトを探し、そしてフルタイムで働き始めた。1ヶ月後、家賃の安いアパートの契約を決めて本当に引っ越した。まさかそこまでやれるとは思っていなかったので私は驚いた。どうやら妹にバカにされることが本当に嫌だったらしい。そのプライドの高さでそうやって頑張れるのならもっと早くに本気を出してほしかったものだ。そうすれば父や祖母に必要以上に迷惑をかけずに済んだのに。それから兄は一切実家に帰ってこなかった。私からしたらそれはありがたいことだ。
兄と一緒に住んでいた時は兄はわがままだったので嫌な思いをいろいろさせられた。兄がいなくなってからはとても平和だった。私は勉強に集中することができ、高校受験も大学受験も頑張ることができた。そしてどちらも志望校に合格し、楽しい学生生活を送ることができた。私は大学まで通わせてくれた父に恩返しがしたくて就活を頑張った。就活に集中するために授業も真面目に受けて4年生に上がる頃に単位も取り終えていた。そのおかげで有名企業に就職することができたのだ。それからは私は必死になって働いて稼いだ。そして祖母と父に美味しいご飯をご馳走したり、温泉旅行に連れて行ったりした。なんだか申し訳ないな。香りが自分のために使った方がいいんじゃないの？心優しい二人はそのように言ってきた。いいの。私はおばあちゃんとお父さんのためにお金を使いたいんだもの。親孝行をさせて。私がそう言うと、二人ともとても嬉しそうにしていた。それから私は社会人として一生懸命に働き、一人暮らしも始めた。そして20代後半で夫と出会い、交際をして結婚に至ったのだ。ちなみに兄とはそれからもずっと連絡は取っておらず、結婚をするときに連絡を試みたが、私の電話は出てもらえなかった。父が代わりに私の結婚の連絡をしてくれたのだが、忙しいからという理由で式は欠席された。未だに兄は私との喧嘩のことを根に持っているのだろうか。だとしたら相当器が小さいと思う。まあ私も結婚式を荒らされずに済んだから良かったのかもしれない。だがその後、まさか私は兄にあんな風に悩まされるとは思わなかった。私と夫が結婚してから気づけば3年が経った。父が亡くなってからは1年だ。私たち夫婦の仲は相変わらず良くて、祖母の家にも定期的に通っていた。だがそんな中、いきなり兄が祖母の家にやってきたのだ。私はその話を祖母から聞いて驚いた。しかも兄は結婚していたらしい。私はその話を聞いてさらにびっくりした。しかも2年前に結婚をしていたらしい。父が死ぬ前に結婚をしていたらしく、父と祖母は報告だけは受けていたそうだ。ゆうやと香織は仲が悪かっただろう。それにゆうやから香織には伝えないでくれって言われてたの。え？どうして？自分は香織の結婚式に行ってないから、それなのに結婚の報告をして祝ってもらうのは違うって。なんか変な理屈ね。まああの子は変に意地を張るところがあるからね。それでお兄ちゃんと奥さんは何をしに来たの？ああ、それが私の介護をするから同居しようって。え、同居？そうなんだよ。急な話だし、別に今は一人でも大丈夫だって言ってるんだけど、結構ぐいぐい同居を進めてきたんだ。そうなんだ。私は少し不安になった。あの兄が介護だなんて大変なことを自らするというのだろうか。同居だなんてことを提案するだろうか。私は何か裏があるんじゃないかと思った。おばあちゃん、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないよ。え？お兄ちゃんのことだもの。何か企みがあるのかも。そんな。祖母はあくまで兄のことを信じたいという様子だった。だが私はやっぱり兄のことは信用ならなかった。そしてそれから一週間も経たないうちに、まさかの出来事が起きた。え？お兄ちゃんたちが無理やり引っ越してきた？ええ、なんだか大きな荷物を持ってきて勝手に部屋に運んでしまったんだよ。やっぱり。そうやって強引に何でも進めるのはお兄ちゃんが何も変わってない証拠だわ。私はすぐに祖母の家に向かった。そこで兄と久しぶりに対面し、兄嫁とは初めて会った。ちょっとお兄ちゃん、なんで勝手に荷物をおばあちゃんの家に運んでるのよ。
なんだよ、香織か。俺はばあちゃんの介護をするって言ってここに来たんだ。文句はないだろ。文句しかないよ。おばあちゃんは許可してないんだよ。それなのに勝手に来るなんてありえないよ。私がそうやって怒ると、兄嫁が面倒くさそうな顔をした。これがゆうやの言ってたうざい妹？本当にうざいね。何なんだこの嫁は。私は一瞬にして兄嫁のことが嫌いになった。とにかく、おばあちゃんが納得していないのに勝手に住むなんてことしないでよ。ばあちゃんは俺たちを受け入れたんだ。じゃなかったら引っ越しを完了させる前に追い出してるはずだからな。兄夫婦は勝手にいいように解釈をしていた。祖母が心優しいことを利用してつけ込んでいるのだ。そして結局無理やり兄夫婦は祖母の家に住むようになった。早急にこの問題に取り組まないと。そう思っていたところ、さらに驚きの出来事が起きた。え？おばあちゃんどうしたの？ある日、いきなり祖母が私と夫の家にやってきた。しかも大きな荷物を持っているのだ。それが、ゆうやたちに追い出されてしまって。はあ？祖母は顔を青くした状態で家の前に立っていたので、私はすぐに家の中に入れた。一体どういうこと？ゆうやたちは家にやってきた時から私をこき使ったりしてきてね。でも私ももう年だから、なかなか素早く動けなくて。そしたらゆうやたちに怒られて、そんな使えない家政婦はいらないって言われて追い出されちゃったんだ。ひどすぎるわ。私は怒りでいっぱいになった。そして翌日、私たちの家に着払いで何か荷物が届いた。それは祖母の荷物だった。さらにその数時間後にも荷物が届いたのだが、それも祖母の私物だった。なんと兄夫婦は着払いでどんどん祖母の荷物を送ってきていたのだ。完全に祖母を追い出して、あの家を自分のものにしようとしているようだ。私はすぐに兄に電話をかけた。ちょっと兄ちゃん、おばあちゃん追い出してどういうつもり？この家は俺たち夫婦二人で住むことにしたんだ。どうせいずれは長男の俺のものになるんだから、今もらったって変わんねえだろ。んじゃあ、ババアの世話はよろしくな。信じられない。こんなことをして許されると思っているのだろうか。私は兄に対してこの上ないほどの怒りを感じた。後悔するよ。はあ、後悔なんてするわけないだろ。ばあちゃん子だったお前も世話をすることができて幸せになり、俺もこの家が手に入って幸せになる。まさにウィンウィンの関係じゃないか。そう、勝手にそう思ってればいいわ。負け惜しみか。俺がこの家をもらうのが悔しいんだろ。まあ、あげないけどな。ババアの世話で苦労してろや。そう言って電話を切った兄。おばあちゃん、やっぱりどうやっても優しさを裏切ってくる人もいるんだよ。そうね、世の中綺麗事だけではどうにもならないこともあるわね。私の言葉に祖母も賛同した。私は祖母と結託して兄夫婦を地獄に落とすことに決めた。それから1ヶ月後、兄から電話がかかってきた。私が無視してもしばらく鳴り続けるので仕方なく電話に出た。もしもし。お、おい、どういうことだよ。なんで水道も電気もガスも使えないんだよ。ばあちゃんと連絡がつかないし、しかもお前たちどこにいるんだよ。矢継ぎ早に質問してくる兄。それはお兄ちゃんたちに突撃されないようにするためよ。私たちの身の安全を守らないと。ふざけんなよ。とにかくばあちゃんを家に戻してくれ。どうして？だってばあちゃんが水道とかを止めてるんだろ。ばあちゃんがいないと再会できないじゃないか。トイレは近くのコンビニやスーパーに行かないといけないし、冷蔵庫も風呂も電子レンジも何も使えないんだよ。こんな拷問耐えられないよ。自業自得よ。今までどれだけおばあちゃんがお兄ちゃんのためを思っていろいろと手助けしてきたか。それを理解せずに何でも当たり前だと思ってたでしょう。
その罰が当たったのよ。そんな、ばあちゃんは心優しいから孫である俺を苦しませるようなことはしないはずだ。頼むからばあちゃんと話をさせてくれ。兄がそう言ってきたので、私は祖母に電話を代わった。だが祖母はもう兄のことは諦めていた。いやいや、単刀直入に言うよ。私はもうあんたのことは大事にしないよ。たとえ血のつながった孫だとしても、私はあんたの手助けはしない。それが結局、私からあんたにできる一番の優しさだと気づいたからね。どういうことだよ。甘やかさないことも優しさの一つってことさ。もうこれ以上、私はあんたには関わらないから、自分たちだけで何とか行きなさい。そうそう。ゆうやが一人暮らしを始めてから数年ほど経った頃、私があんたの作った借金を肩代わりしてあげたことがあっただろう。あのことがあるから、私はあんたの遺産の相続者から排除したからね。遺産を頼ろうだなんて思うんじゃないよ。そんな。兄はどうやら遺産を頼っていたらしい。電話口でもかなりショックを受けているのがわかる。お兄ちゃん、そういうことだから。私たちは縁を切るから、あとは自分たちで何とかして。その家もおばあちゃんは売りに出したから、今すぐ出ていかないと警察に捕まるからね。驚く兄の声を聞きながら私は電話を切った。これで兄夫婦は絶望を味わうことになるだろう。その後、兄夫婦は仕方なくボロアパートに引っ越したらしい。しかも祖母の家に転がり込んだ時からすでに借金があったらしく、現在は貧しい生活をしながら借金返済の日々を過ごしているそうだ。やっぱりとんでもない爆弾を抱えていたから、無理やり祖母から家を奪おうとしたのだろう。だがそう簡単に物事は進まない。兄夫婦にはそのことをちゃんと実感して反省してほしいものだ。一方、私は夫と祖母と新しい部屋での生活を始めた。バリアフリーのこのマンションは祖母もとても暮らしやすくてみんな毎日快適に過ごしている。これからも私は夫と祖母を大事にしながら仕事も頑張って幸せな日々を過ごしていこうと思う。やっぱり10代の嫁がいいんだよね。そろそろ婚活をするからもう別れようぜ。私は耳を疑った。10年も付き合っていたというのに、遠距離になっても結婚まで時間がかかっても辛抱強く待っていたというのに、どうしてこんなことになったのだろうか。私は深く傷ついた。そしてそれと同時に彼に対してものすごい怒りが湧き起こった。あれから3年の月日が流れた。ある日、私を捨てた婚約者から電話がかかってきた。よう、久しぶりだな。まるで過去のことなどなかったかのように話す彼に、私は冷たくこう言ってやった。あんた誰だっけ？私の名前は香織、30歳の会社員だ。私には現在アキラというお付き合いしている人がいる。彼とは大学時代に出会った。私たちは同じサークルに所属していて、同級生だったこともあり、よく話していた。そして大学2年生の冬に彼から告白をされて、私たちは付き合うことになった。大学時代の交際はとても楽しかった。学校が終わってから一緒にショッピングを楽しんだり、ゲームセンターに遊びに行ったりと学生らしい遊びをしていた。20歳になったばかりだったので、居酒屋で一緒に飲むことも結構していたと思う。それから順調に交際を続けていった私たちは、大学4年生の時は一緒に就活の情報交換もしたりして、お互いに励まし合ったりした。そして私たちはちゃんと現役で大学を卒業することができて、就職も決めることができた。就職祝いに2人でちょっとお高い焼肉屋でお祝いしたのはいい思い出だ。社会人になったら記念日とかに高級レストランに行けるように頑張って働こうねと話していたのも覚えている。私たちは会社員になってからも交際を続けていた。さすがに就職したばかりの頃はお互いに仕事に慣れることに必死で、なかなか会う時間が作れなかったが、それでも連絡は毎日取っていて、お互いを鼓舞して仕事に打ち込んでいた。そして少しずつ仕事に慣れてくると、恋愛にも時間を割けるようになった。休みの日にドライブに行ったり、連休の時は旅行に行ったりと楽しいデートをするようになった。
そうやって社会人になってからも順調に交際を続けていた私たち。25歳の時には付き合って5周年記念ということで念願の初めての高級レストランに行った。着ていく服が恥ずかしくないかとか、テーブルマナーは大丈夫かとか不安なことが多かったが、お料理がとても美味しくて感動したのを覚えている。10周年記念の時もまた来ような。彼はそう言っていた。確かにそれも素敵だなと思ったが、10年が経つ前に結婚をしたいなという気持ちの方が私は強かった。学生時代からとはいえ、私たちはもう5年も付き合っているし、25歳なら結婚していたっておかしくない。共働きだから生活は全然問題ないだろうし、子供ができたってやっていけるだろう。私はそうやって考えていたのだが、彼がそこまで思っているのかまだわからなかったので、あまり自分の気持ちを全面的に主張することはできなかった。彼がもしまだ結婚まで考えていなかったとしたら、それはただのプレッシャーになってしまうからだ。だがそんな中で彼が地方に転勤することが決まってしまった。え、転勤？ああ、出世のために必要なことでさ、今俺が行くのがベストなんだ。そうなんだ。まあ離れていたって連絡は取れるし、休みの日は合わせて会うこともできるからさ。うん。香織、どうした？私は彼が転勤をすると聞いたとき、つい思いが溢れてしまい、こんな質問をした。アキラは二人の将来のことどう考えているの？将来のこと？これからのことだよ。ああ。彼は私の言葉の意味を理解したようだ。確かに俺の気持ちをちゃんと話していなかったよな。私は途端に緊張した。彼はどういう思いを抱いているのだろうか。俺は香織のことを愛しているし、将来的に結婚したいと思ってるよ。本当？ああ。だけど今は仕事を頑張りたいんだ。だから俺が仕事で納得のいく結果が出るまで待っててくれないか？うん、わかった。私はこの時彼の気持ちをちゃんと知ることができてよかったと思った。まあ実際に聞くまではドキドキしたが、結婚をちゃんと考えてくれているんだと嬉しくなった。彼が納得のいく結果が残せるまで、私も彼との結婚の時を待ちながら仕事を頑張ろうと思った。そしてそれから遠距離恋愛が始まった。今までは頻繁に会えていたが、なかなか会えなくなったのはやはり寂しい。それでも私は寂しいということは口にしないようにして彼のことを応援した。毎日夜にメッセージのやり取りをしていて、週末に電話をするようにしていた。平日でも彼が余裕がある時は電話をしていた。彼と少しでも話すことができて私は嬉しかった。元気をもらうことができて、私も彼が頑張っているのだから私も頑張ろうと思えた。彼と結婚するときに少しでもいい結婚式ができるように、私はできる限り貯金をしよう。そうやって私は仕事に打ち込んだ。昇給や昇進のために資格の勉強もした。私はコツコツと頑張ったおかげで無事に資格を取ることができ、昇給することができた。いろんな仕事を任されるようになり、私は今まで以上に仕事にやりがいを感じられるようになった。もっと仕事で結果を残したい。自分が頑張ることで会社に貢献できていることが嬉しい。私はそんな風に仕事にかなり打ち込んでいた。そしてたまに彼と会えるのがちょうどいい息抜きになってよかった。そうやって2、3年が過ぎた。気がついたらあっという間だった。月日が流れるのがとても早くて私は驚いた。だがその頃から彼となかなか連絡を取れなくなっていた。厳密に言うと連絡のやり取りが減ったということだ。最初は毎日メッセージのやり取りをしていたのに、彼からの返事が少しずつ遅くなっていった。最近ではその日に帰ってきたらいい方で、2、3日返事が返ってこないことだってある。まあ彼は仕事が忙しくなっていて返事がなかなかできないと言っていたし、仕事に集中したい気持ちも理解できるので仕方ないと思う。でも寂しいと感じることもあって、そういう時に返事が来ないとものすごく切なくなる。それで仕方ないから仕事に打ち込んで、ひたすら残業をするというような日々を過ごしていた。彼は月に1回はこっちに帰ってきて会ってくれていたのだが、最近は仕事に集中したいのとお金がもったいないからと3ヶ月に1回くらいしか帰ってこなくなった。だからその1回がものすごく貴重だった。
私はその時をできる限り楽しもうとしていたのだが、彼は仕事で疲れているのかちょっと無理をしている感じだった。家でゆっくり休む、無理してデートしなくてもいいけど、本当ならカップルらしいことをしたかったけど、私は気を使ってそう言った。すると彼は、ありがとう、その方がありがたいかなと言って、本当に家でゆっくり休む方を選択した。そしてそれからというもの、こっちに帰ってきても家でダラダラして、私が作った料理を食べて何もしないで過ごすみたいな感じになっていた。だけどこの時はまだ私は彼が私と結婚をしてくれると思っていたので、彼と結婚するまでの辛抱だと思っていた。彼は今が一番大事な時だ。だから私はたとえ寂しくても我慢もした。それでまた仕事に打ち込んで、お金と実績が溜まっていくというループになっていた。これなら結婚する頃にはマイホームが建てられるのではないだろうかと思ったほどだ。私は基本的につつましい生活をしていて、散財や贅沢をしないので、お金はどんどん溜まっていった。それにお金を使うなら彼との時間に使いたいと思っていたから、使わずに取っておいたのもある。だから自然とお金を使わずに貯蓄に回すことが多かった。最近は投資にも回すようになったし、安定して資産を増やすことができている。今も新入社員の時に借りた家賃が安い部屋で暮らしているから、出費もかなり少ない。これなら今後結婚して子供ができた時にも余裕を持って生活ができるだろう。だけどそうやって将来のことを考えれば考えるほど、私は彼との結婚に焦がれていった。彼が納得する状態というのは一体どんな状態なのだろう。昇進できた時なのか、昇給した時なのか、だとしたら給料がどれくらい貯まった時なのだろうか。私はある日、自分の思いを伝えることにした。なかなか会えない中で直接会える貴重な日にこういう話をするのは嫌だったが、彼が今も気持ちが変わっていないのか、どういう思いでいるのかちゃんと知りたかった。ねえ、アキラはいつ結婚しようと考えているの？え？いきなりどうしたの？いきなりじゃないよ。アキラが地方に転勤をしてからもう3年ほどが経ったよ。私たち付き合ってから8年だって経ってるし、年齢だって28歳になってる。周りにも結婚する人がどんどん出てきてるし、早い人は出産だってしてるよ。そろそろ私たちも結婚について本気で考えた方がいいと思うの。ああ。アキラは結婚について今はどう思ってるの？俺はもちろん香織と結婚したいって今も思ってるよ。でも今仕事が結構順調なんだ。このまま行けば出世も間違いないと思う。その時に俺は香織と結婚したいと思ってる。結構待たせてしまって本当にごめん。だけどもう少しだから。アキラ、私はまだ待たないといけないのかという気持ちと、それでもやっぱり彼のことが好きだから待ちたいという気持ちで揺らいだ。今無理やり結婚したって彼は不本意だろうし、まああと 1,2 年くらいなら待てるかな。そんな風に思った。28歳でも30歳でもそこまで年齢での差はないし、付き合ってから10年になる30歳の時に改めてちゃんと決断をしよう。そう考えることにした。わかった。アキラのこと応援してるから、仕事頑張ってね。近いうちにいい報告が聞けることを祈ってるから。ああ、ありがとう。俺2人の将来のために頑張るから。私はもう少し彼のことを待つことにした。そうと決まれば、私も今頑張れることを一生懸命頑張ろう。まあ仕事しかないのだが。それで私は今まで以上に仕事に打ち込んだ。その結果、私は昇進をした。気がつけば次長という役職にまで昇進していた。20代後半でそこまで出世しているのはなかなかないそうで、部長や社長からも一目置かれるようになっていた。それはありがたいことだし、とても光栄なことで、私はさらに仕事にやりがいを感じるようになっていた。彼と結婚する時を夢見て、私は仕事に打ち込んだ。多分私に10年近く付き合っている彼がいるなんて、職場の人は考えもしないと思う。仕事一筋の人だときっと思われているだろうな。それからまた月日は流れ、気がつけばあっという間に2年が経っていた。とうとう彼と交際を始めてから10年という月日が流れた。でもこの2年は割と充実していた。彼は東京に来る頻度が多くなっていたようで、会える回数も増えていた。月に 2,3 回来るようになっていて、家でのデートだけではなく、一緒にお出かけをすることもできるようになっていた。
東京で仕事をすることも多くなってきててさ、この調子だったら昇進した状態で本社に戻れそうなんだ。本当に？それは良かったね。それじゃあ結婚できる日も近いかな。ああ、そうだな。幸せな結婚ができそうだ。私は胸が高鳴るのを感じた。待ちに待った彼との結婚、こんなにも待った甲斐があった。やっと私は幸せを手にすることができるのだ。それから私はずっとウキウキした状態で日々を過ごしていた。そしてそれから2ヶ月ほどが経ち、私たちが付き合ってちょうど10周年の記念の日がやってきた。アキラは付き合って5周年記念の時に行った高級レストランに連れて行ってくれた。このお店、思い出したか？俺たちの思い出の店だ。しかし本当に10周年の時も来ることになっちゃったな。それまでに結婚をって思ってたけど、随分待たせちまったな。彼はそう言って頭をかいていた。これは今日彼からプロポーズをしてもらえるのでは。私はそのように期待した。まずは記念日のお祝いをしようぜ。ワインでいいか？うん。彼は手際よく注文を済ませ、私たちは食前に運ばれてきたワインで乾杯した。10周年に乾杯。うん、乾杯。うわあ、やっぱりうまいな。本当、美味しいね。今日は美味しいステーキも食べられるし幸せだな。そうだね。私はこうやって思い出のレストランで彼と一緒に食事ができて嬉しかった。そしてメインディッシュを食べ終え、デザートも食後のコーヒーも飲み終えた後、彼が真剣な目をして私を見てきた。これはきっとそうだ、プロポーズに違いない。私は姿勢を正して彼のことを見た。彼は私をじっと見つめると静かに話し始めた。今日で俺たち終わりにしよう。え？あれ？聞こえなかった。別れようってこと。ちょっと待ってよ。冗談だよね。私は彼の発言が理解できなかった。こうやって真面目にふざけておいて指輪を出してプロポーズってことだよね。まあ冗談にしては悪趣味だが。私は冗談だと言ってくれることを期待したのだが、彼は首を横に振った。俺たちもう付き合ってる意味ないっしょ。え？でもそろそろ結婚するって。ああ、それ都合よく受け取っちゃった。もう30歳のお前と結婚したって何のメリットもないだろ。せっかく仕事も軌道に乗ってるんだから、若い夢もらって楽しまないと。やっぱり10代の嫁がいいんだよね。そろそろ婚活をするからもう別れようぜ。そう言ってニコッと笑う彼。私は耳を疑った。10年も付き合っていたというのに、遠距離になっても結婚まで時間がかかっても辛抱強く待っていたというのに、どうしてこんなことになったのだろうか。いや、どうしてこんな男のことをずっと待ってしまっていたのだろうか。私は深く傷ついた。そしてそれと同時に彼に対してものすごい怒りが湧き起こった。ふざけるな。私の10年を返せ。気がつけば拳を握りしめていた私。できることならこのままぶん殴ってやりたかった。今日だけ法律がなくなればいいのに。そう思うほど彼のことが憎かった。だがぐっとこらえて私は拳を解いた。そう、わかったわ。私のことを信じて待っていた私がバカだった。別れましょう。悪いね。まあ10年も経つと人の心も変わるってことよ。ここは俺が支払っておくからゆっくりしてて。そう言って彼は席を立ち、レジに向かい会計をして一人で店を出て行った。私はしばらく動けなかった。動いてしまえば涙が止めどなく溢れ出てしまいそうだったからだ。何とか深呼吸を繰り返して私は数分後に店を出た。すぐにタクシーを拾い家に帰り、そのままベッドに倒れ込んだ。そして我慢していたものが一気に崩れ、私は思いっきり泣いた。布団をかぶって枕に顔をうずめながら声を出して泣いた。そうしないと感情がおかしくなってしまいそうだった。彼は私をいとも簡単に捨てた。私はこの10年という年月を一瞬で無駄にされたのだ。別れを告げてきた時の彼の顔が忘れられない。それから数日間は落ち込んだ。こんなことをしてはいけないが、体調不良だと言って有給をもらって会社も休んだ。そうしないと心が壊れてしまいそうだった。数日休んだことで少し心が回復してきて仕事には行けるようになった。私がこの10年で仕事に打ち込んできたことは良かったことだと思う。
実際この年齢にしてはかなりいい役職についているし、年収もかなり高い方だ。お金があることは救いだったし、仕事にやりがいがあることも救いだった。私はそれからまた仕事に打ち込んだ。狂ったように働いていたと思う。とにかくアキラのことを忘れたかった。記憶を消し去りたくて仕事だけに集中した。あれから3年の月日が流れた。いろいろと状況も変わった。過去の私から考えたら今の状況は想像もつかないものだったと思う。ある日、私を捨てた婚約者から電話がかかってきた。私はびっくりしてしまった。知らない番号だったので仕事関係だと思っていたのだが、声を聞いてすぐに分かった。そして電話に出たことを後悔した。よう、久しぶりだな。元気にしてたか。お前にいい知らせがあるぞ。俺と結婚できるぞ。どうだ、嬉しいだろう。いきなり電話をしてきたと思ったら何を言っているのだろうか。まるで過去のことなどなかったかのように話す彼に、私は冷たくこう言ってやった。あんた誰だっけ。あ？彼は一瞬黙り込んだが、すぐに感情をあらわにして怒った。何言ってんだよ、忘れたのか。俺だよ、アキラだよ。アキラって誰だっけ。ふざけんなよ、10年も付き合っていた男の名前を忘れたっていうのか。ああ、あのアキラね。今やっと思い出したわ。それで一体何の用かしら。さっきも言っただろ、ずっと待っていたお前に朗報だって。俺がお前と結婚をしてやるよ。は？33歳になった独身のお前のことを引き取ってやるんだ。感謝しろよ。ああ、あと結婚式はお前が費用を全額負担しろよ。新婚旅行の旅費もな。お前の夢を叶えてやるんだから、それぐらい当然だよな。周りから置いてけぼりを食らってるお前を救ってやるわけだしな。彼はそうやって勝手にどんどん話を進めていった。だから何を言ってるの。なんで私があなたと結婚しなきゃいけないのよ。お前この3年間で頭がさらに悪くなったのか。ずっと待ってたお前を迎えに来てやったって言ってるだろうが。だからそれがおかしな発言なのよ。私はあんたのことなんて待ってないんだけど。あ？いやいや、強がんなって。10年もけなげに待ってたじゃないかよ。俺が地方でいろんな女と遊んでる間に。やっぱり向こうで遊んでたのね。別れ話をしてきた時の態度を見てそう思ったわ。いや、まさかキープとして置いてたお前があんなに長く待ってるとは思わなかったわ。でもようやくその思いを成就できるぞ。夢だった俺との結婚だ。こいつは本当にアホじゃないか。いつまでもお前のことを思ってるわけないだろう。あなたって脳内お花畑なの？その年齢で現実を見れないとか終わってると思うわ。あ？お前俺をバカにしてんのか。年齢はお前も同じだろ。むしろ男は今が一番モテる時だが、女は結構やばい年齢だろうが。それを俺がせっかく嫁にもらってやるって言ってんのに、なんてひどい態度を取るんだ。正直言ってバカだと思うわ。私があなたのことまだ好きだと本気で思ってるの？そんなわけないでしょ、このクズが。クズとはなんだ。お前生意気だぞ。自分の立場分かって言ってんのか。このままだとお前は独身の生き遅れババアになるんだぞ。ご心配なく。私にはとても素敵な旦那さんがいるので。え？アキラの間抜けな声が聞こえてきた。嘘だろ、お前が結婚。ちょうど去年結婚したのよ。お相手は企業の社長さん。私仕事でものすごいいい成績を残して2年前に部長になったの。そしたらいろんなパーティーなどに出席する機会が増えてね。そこで知り合った経営者の方と縁があって結婚したのよ。そんな嘘だろ。残念だけど本当のことよ。あなたは私にわざわざ連絡をしてくるくらいだから、どうせ婚活が失敗して誰にも相手にされてないんでしょう。それで私に連絡をすれば、もしかしたら結婚してメンツを保てるかもって思ったんじゃないの？目論見が失敗して残念だったわね。私はあの時あなたに捨てられて、逆にものすごい幸せを手に入れることができたわ。それに私今妊娠もしてるの。これから子供も生まれるから幸せいっぱいよ。そんな、お前ばかり幸せをつかむなんて。俺は結局出世できず、しかも結婚寸前まで行った若い婚約者には本命の彼氏がいて、そいつの子供も妊娠していたから最終的に捨てられて惨めな生活を送っているっていうのに、どうしてお前が幸せをつかんでるんだよ。逆ギレされても知らないわ。
あなたがしてきたことは全部自業自得でしょ。とにかく私はもうあなたを待っている女じゃないから、幸せな結婚生活を送ってるの。あなたも改心して新しい人生を歩む努力をすれば。どうしてこんなことに。あ、これ以上電話とかしてきたら容赦なく警察を呼ぶからね。警察、何もそこまでしなくても。私はあなたとはもう関わりたくもないの。だから私の目の前に姿を現したら即通報するわ。二度と関わってこないでね、クズさん。そんな。彼はうなだれているのか、すっかり黙り込んでしまった。これ以上話すことはないので、私は電話を切り着信拒否にした。まったく、美味しいご飯を用意していた時だったのに、とんだ邪魔が入ったものだ。ただいま。あなた、お帰りなさい。お、今日も美味しそうな匂いがするな。もう少しでできるから着替えて待ってて。うん、わかった。私は優しくて頼りがいのある夫ととても幸せな日々を過ごしている。そして少し先の未来には家族3人での生活が始まる。元彼と絡む必要なんて全くないのだ。ちなみにアキラについて大学の頃の同級生から聞いたのだが、仕事で大きなミスをやらかして二度と出世が望めない窓際部署に追いやられたそうだ。そしてその時に婚約者の浮気が発覚し、自暴自棄になって仕事を無断欠勤してクビになったらしい。現在は実家に戻って無職の子供部屋おじさん状態なんだそうだ。ま、そりゃモテないだろう。そんな状態で私に電話をして結婚しようだなんて言ってきたのか。本当に自分勝手というか、メンタルがある意味強いなと思う。まあ私にはもう関係のないことだが、私はこれからも自分の身近にいる大切な人に愛情を注ぎながら、今日も幸せな日々を過ごしていこうと思う。そう心に誓いながらお腹をさすった。あ、今赤ちゃんが蹴った気がした。もうすぐ会えるのを楽しみにしてるね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。